さんおはようございます。どうもスマイル瀬戸です。どうもスマイルウーイエイ吉坂です。 KBS 京都アナウンサーの沢竹裕之です。さあ始まりましたスマイルのマーブル木曜日、今日もよろしくお願いいたします。お願いします。沢竹さんが阪神ファンということで、うん、はい、どうなんですか藤川球児監督、新監督っていうのはやっぱり楽しみ、いや期待してますよね。なんかちょっと変わりそうですね、はい、野球がね、もっとね、理論派がなってくれたらこう全体の底上げっていうか、うん、みんなが野球のことを、うん、こう難しい野球理論というのを理解すると、はい、同じプレー一つでもね変わってくる、はい、きますよね。めちゃくちゃ頭いい方じゃないですか、ね、解説聞いてた、はいはい、あとなんかの世界大会のなんかの試合で解説してて、藤川球児さんが、うん、あこれこうなりますよ、うんうん、あこのピッチャー次崩れますね、はい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 、あこれも流れ変わったんで日本に来ますよ、うん、全部その通りになっていったじゃないですか。なりますね、うんうん、予言者やあれ、すげえ、あれはすごくないですか。すごいです、本当すごいです。あんな方が監督になるってどうなんやろうか、うんうん、はい、それだけね見えてる、全体が見えてるってことやから、全体が見えてるし、うんうん、はい、理論派やし、全て細部まで野球を知り尽くして計算、うんうん、の上で動いてきはる感じやから、うん、はい、またちょっと岡田監督とはタイプがちょっと違うんですかね。違うんでしょうね、コミュニケーションの取り方とかも ね、年齢的にもね、うんうんうん、どっちがいい悪いじゃなくて、うん、まあ、岡田監督絶対悪いわけではないですから、はいはい、もちろん両方いいわけですけれども、うん、タイプは違いますよ ね、 ね、うん、いやめっちゃ楽しみやねんな、うん、だから原監督対岡田監督の伝統の一戦が、はい、完全に世代が変わって、はい、安倍監督対藤川球児監督ってい う、ね、はい、ちゃんと時代が変わってですよね、これでね、そうですよね、はい、今回は今年の場合は、うん、その安倍采配に各球団がしてやられたわけですよね、まあ、そうですね、うん、でも安倍采配も実は、うん、去年の日本一の岡田監督のデータを全部集めて、うん、ね、岡田監督はどういう野球やったのか、巨人と何が違うのかっていうのを全部データ出して、ね、阪神の真似をするってやってみて、はい、ね、じゃあ相手の動きをちゃんと全部勉強して動いて、はい、今年は巨人が日本、あ、うん、優勝したっていうのがあるから、うわ、めちゃくちゃ面白そう、来年がまた面白そうな、面白いですよね、うわ、はい、まあ、気がかりなのはその藤川球児監督の頭脳に、はいはい、阪神の選手がついていけるのかというのがね、ちょっと賢すぎて、そうなんですよ、はい、やっぱり阪神のイメージって、うん、やっぱりあの頑張れ田淵君の時代からもういてまえいてまえの、行ったれ行ったれみたいな、はい、投げて打って、はい、振り回せみたいな、はい、で怒られても何打てるのか分からへんみたいなねそんなイメージですか、はい、そんなイメージがあるじゃないですか、昔はね、はいはい、確かにね、うん、だって藤川球児さんといえば、うん、僕らがやってるせやねんのね、いや、ほんまや、スマイル工務店というコーナーにも一度出てくれてるんですよ。え、応募してきはったんですか。応募というか、はいはいはい、一度助っ人で出たいって藤川球児さんが言うてきてくれて、はい、そうなんです、はい、スマイル工務店が好きでいつも見てるんですと、はいはい、で阪神の選手結構見てくれてるんですよね。よ、あのデーゲームとかやったら、はいはいはい、ちょうど試合の準備するときとかに、ね、ロッカールームで流れてるんですよ、はい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 、でスマイルコート結構見てくれてて、佐伯投手も見てくれてるって言ってました。選手結構ファン多いですよって言ってくれてて、藤川球児さんが、僕もお庭興味あるんで、はい、一回出させてくださいっていうのをせやねんに言うていただいて、はい、で助っ人として一回、はい、しかも結構最近よな、そうやね、5年6年前の話じゃなくて去年一昨年の話よね、本当に結構最近で、動く方の働く方で来たんですか。そうですよ、はい、僕らが、まあ、その時は僕らより下っ端という手やから、はい、吉高が、はい、球児早持てとか、そうそう、早く球児早く石運べそんなじゃあかんぞ、もっと腰使ってみたいな、はいとか言うて、はい、そうそうそう、球児さんが名前の上に動けどうしたん、火の玉やろ自分、はい、言ってみたいな言うてた方で、頭脳派の藤川球児さんが、はい、あの効率の悪い2人の下になって、そうです、ポンコツスマイルに、はいはいはい、顎のね使動かされて、はい、動けって言われてっていうな、あんなもよう笑顔でやっていただけて、考えたら誰に何をさしてんねんっていうぐらいような方やけど、めちゃくちゃ気さくにやっていただいてたから、そうですよね、我々からしても本当に応援したいというかな、いやそうですよ、もうなんかいい経験できたし頑張ってほしいし注目したいよね、はい、っていう、いやありましたね、誕生しましたし、ね、すごいですよ、で僕らスマイル個人的にはなんか今週1週間がすごいなんかいい意味でなかなか忙しかったというか、あ、まあまあそうですよね、いろんなね朝から晩までずっと
と働き続けて、はい、なんかもう番組出て、はい、その次にそのまま打ち合わせがあって、はい、で飛び出して、うん、営業の舞台行って、うん、単独ライブやったりとか、はいはい、昨日は一日東京の方行かせていただいて、いろんな収録に出させていただいたりとかで、ね、なんか、なんかもうたまにね、感心する時があるんですよ、はい。マネージャーの仕事の入れ方によっては、もう NGK の出番と出番の合間って普通休憩なんですけど、はい、の合間に違う舞台を入れてくれたりとか、あとほんま学祭シーズンなんてすごいよね。うん、そうやね。1日に3校、4校とか回ったりする時もあるんで、その時なんかはもうパズルのように組み立ててくれるんです、スケジュールを。もうこの1校目舞台出て、出番終わったらすぐにタクシー乗って次の学校に着いたらもうそのまま舞台とか、はい、で終わったらまたタクシー乗って次の行って、はい、着いたらまた舞台とか、もうパズルのように見事やな、ね、このスケジュールの組み方、スーツをずっと着たまま移動でしょ、ね、はい、感心するんです。距離とかかかる時間とかちゃんと計算、かかる時間とか、はいはい、この時間に終わねたらここまでの範囲の学校だったら間に合うな、じゃあこの学校は入れれますよ、じゃあここの学校行けますね、入れましょうかとかっていうスケジュール、もう見事やなっていう感心させられるんですけど、いろんなスケジュールの埋め方で監視することがあるんですけど、この前ね、こんな埋め方すんねやってのがあったね。それこそセアネンのね、スマイル工務店のロケがあったんですよ。あれって、まあ、言うたら一日作業なので、朝から晩まで一日で人の家の庭をリフォームして作るっていう意味やから、もう基本朝から夜まで遅くまで一日そのロケなんですよ。ただ、その日に、途中でね、その日がめっちゃペンキを塗る、はい、作業があったんです。はいはいはい、めっちゃ色塗りが多い回だったんですよ。もうまあ3日前か。そうですよね、はい。めちゃくちゃペンキを塗ったんですね。はい、もう1時間ぐらいかけて、いろんなところペンキ、壁とかフェンスとかデッキとか塗りまくって、はい、で、ああ、塗り終わったってなったら、そのペンキが乾くまで2、3時間かかるんですよ。はいはいはい、このペンキが乾く2、3時間の間に仕事を入れてるんですよ。マジか。違う違う。はい、じゃあ、作業、じゃあ作業内容聞いて、はい、で、入れるかどうか考えるって。どっか入れれますかってなって、はい、あ、ペンキ乾くまで2、3時間あるな。はい。ここ1個舞台行けるなってなって。そうです。だからディレクターさんとマネージャーさんがこう話し合って、はい、ってペンキの乾き待ち中にワンスタート。はい、いや、これは見事すぎて。これはもうびっくりして、はいはいはい、僕らも初めてすぎてな。ペンキ乾き待ち中にワンスタート行くってなって。さすがにどこにぶち込んでんねんと思いましたからね。そうですね。ここでワンスタート行くって思って。だからもうペンキ、うわーだったら、はいはい、じゃあ乾くまで2、3時間あるんで、じゃあスマイルさんスーツ着替えて、はい、行ってきてくださいって言われて行って、はい、しかもそれもな、万博公園で、はいはい、もう大きなフェスみたいなやってるんですよ。そうですよね、イベントで。それの漫才出番みたいなんで、はい、もうお客さんも1000人ぐらいおったから、ちゃんとそれで漫才だけかなと思ったら漫才終わって、はいはい、で、もうそれでも僕ら朝からくたくたな状態で、はい、そうです。その日は 2.5 トンぐらいの木材を運び倒します。はいはいはい、はい。もうくったくたなんですよ。漫才も髪かけでギリギリ助かって。髪かけでギリギリなんとかやり終えたと思ったら、はいはいはい、なんかその時に限って、普通営業って舞台漫才だけで終わんねんけど、なんかダブルダッチ。はい、縄跳びの2つでくるまわすやつになるんですけど、あの方々も前のステージで来てて、コラボしますみたいななって、僕らが漫才終わったらダブルダッチの人たちが来て、じゃあ一緒にダブルダッチ経験しましょうみたいなコーナーがあってね。ちょっと待って、足パンパンなんだ。でも別にそんな言われ、こっちはこっちの仕事やし、お客さんも目の前におるし、でもくたくたなりながら、くたくたでした。ダブルダッチをブワーって、うわ飛んで、ヒーヒー言うて汗かいて足がもう動かん状態になって、終わりましたってなったら、よし、じゃあペンキ乾いたんで戻りましょうって言ったら、そのままペンキ戻ったらな、ちょうどいいタイミングです、乾きましたよ、じゃあ運んでください、バターってなって、はい、なんかもういつ休ましてくれんねんみたいなスケジュールだったんだ。いや、びっくりしたね。このスケジュールはさすがにどんなスケジュールやねんっていう。見事でしたね。あの跳ね方は。あの組み方はすごかった。でね、そんな中でもね、いろんな出会いがあって、
ったんですよ。でね、僕ちょっと悲しい出来事というか、そんなのがあったんですけどね。はい。久しぶりの人に会うのが多かったんです。っていうのも、その、万博の仕事行った時に、パッて着いたら、遠くから、スマイルさんっていう女性がめっちゃ走ってきたんですよ。はいはい、で、パッて見たら、ほんまに僕たちが、それこそこの番組の前、はい、9年前まで KBS ラジオさんで、スマイルのあいうえよという番組をやらせていただいてた、その時のアシスタントやってくれてた、中島静香ちゃんっていう、はいはい、もう中地って呼んでるんですけど、ね、そのアシスタントをずっと一緒になってくれてた女の子だったんですよ。はいはい、スマイルさんってなって、え、中地やん、なんでってなったら、いや、実は今日私この万博の MC なんですってなって、そうなんや、めっちゃ久しぶりやねってなって、あ、めっちゃ嬉しいです。スマルさん漫才も楽しみにしてたんです。みたいな言ってくれとって、うん、で、どうあれからどんな感じとか、はい、子供もできてんやろとか、うん、あ、そうなんです。今、3時の母になりました。すごい頑張ってるね。みたいな感じで喋ってるんですけど、なんか吉高さんがね、ずっとね、なんか、あ、そうなんですか。あ、そうですかって、めっちゃよそよそしいんですよ。そんなことなかった。いや、めっちゃよそよそしかったよ。ほんまに？で、吉高がね、その後、どっか弁当か食べに行った時に、中地が、え、なんで敬語なんですかってなって、今まで普通にタメ口で、吉高も、お、中地元気とか言ってくれてたのに、あ、はい、そうなんですね、みたいな。え、なんで敬語なってたんですか、もしかして忘れられてますみたいな感じで、ショックがってたんですよ。そんなことない。で、いや、大丈夫やろって思ってたんですけど、その、一日前にも、田村健二さんが、日本に帰ってきてて、はい、で、森の宮の、キューズモールで一日、はい、チャーズモールって言って、イベント一日吉本芸人がそこをジャックするみたいなイベントを田村健二さんが中心にやってたんですよ。で、そこはもういろんなところで、漫才をやったりとか、スポーツ、をやったり、子供たちと触れ合ったりとか、もうお客さんと言うと、まあ、触れ合うみたいな。で、僕たちも結構出歩くんで、握手してくださいとか写真撮ってくださいみたいな感じも、はい、あーどうもーって言って、こんにちはって言って、触れ合ったりしてるんですけど、その時に、普通に、瀬戸っちーみたいな声が女の子が聞こえてきたんで、はいはい、で、パッて振り返ったら、女と男の、和田ちゃんが、はい、今の市川さんとコンビを組む前に、組んでた、パンチラインというコンビを組んでたんですけど、はいはい、その時の相方の女の子がおったんです。で、それは、インディーズ時代に僕らとスマイルともめちゃくちゃ仲良かったし、一緒にずっと舞台出てたし、4人でご飯とかも行ってたし、めちゃくちゃ仲良かった子だったんです。でもその子はもう辞めて、普通に今違う世界で頑張ってるってなって、もう20年ぶりぐらいに会ってるんですよ。でも、セドチーって俺パッて見た瞬間に僕分かって、おー久しぶりってなって、何してんの元気やんみたいな言ったら、そうやねなんか近くで友達と遊んでたら、スマイルとか女と男が来てるって言ったから、めっちゃ嬉しくてから、顔を見せに来て、覗きに来て、元気してるみたいな、おお、元気元気、うわ、嬉しい、ありがとうな、みたいな、聞いてって言われて、さっき吉高くんに会って、吉高くん久しぶりって言ったら、ああ、はい、こんにちはって言って、なんか走ってどっか逃げて行ってって言って、めちゃくちゃショックやってんけど、私、って言われてたんですよ。ちょっとさ、勘弁してあげてくれへんかな。ちょっと待って。いや、立て続けにさ、女性がショックがってんのよ、あなたに。こんなに予想しか覚えられていないかということで。いや、覚えてるよ。じゃ、正直言うて。はい。ほんまに覚えてた？ほんまに正直言うていい？中地は、覚えてました。なんでよそよそしいよ。なんで敬語で。いや、おー、久しぶりで、いや、あの時みたいに2年ぐらい一緒にやらせてもらってたから、ね、中地元気久しぶりやの、お前ずっと横でなんか、お、そうなんですね。あはは、い。いや、なんか、いや、違う違うっすよ。はい、じゃあって言って弁当食べに行った。違うっすよ。なん久しぶりすぎて、僕、その、ためで喋ってたか、敬語やったか忘れてた。わかります？なんとなくわかります。はいはい。この人にはどんな感じで、どんな感じで対応してたか、もう忘れちゃったんですよ。ね、で、その日は本当に、まあ正直申し訳ないけど、もうくたくたで鬼わらけで、はいはい、もうちょっと本当喋りたかったんですけど、はい、ロケバスでちょっとね、その、喋るやん。出番までちょっと、久しぶりやで、一緒にやってた。もちろん、もちろん。もちろん。
めっちゃ僕は喋ってたんですよ。はい、どこ、どんな感じだ今とか、はいはい、お仕事どんな感じ、いや、もちろん聞けたかった。喋ってたんですよ。はい、いや、途中まで喋ってて、途中までだ。娘同い年でね。そうそうそう。中地が。娘同い年だったら余計話し合う、うん。いや、そうや。広がるけどさ。と思ったら。でも、だから探ってたよ。その、そうなんですかって言って、うん、背中向けて、うん、弁当持って、いや、違う。ロケ車入っていったんですよ。これは、冷たい人間やと思わないでください。ほんまに、距離感がわからなかった。めっちゃ久しぶりの時って、ね、はい、いや、だからあるよ。自分ってこの人と、結構慣れ慣れしく喋ってたのか、確かに。なんか敬語やったのか、どっちやろうって思って、まず敬語から入ったんですよ。はいはい、まあ、逆よりはマシやもんな。逆、そうそうそう。敬語喋ってたのに、うえーって言ってたこいつなんでタメ口やねんって思われるよりは。だって久しぶりで、うえーって言うやつめっちゃ嫌やん。うん。だから、とりあえず敬語から入って、はい、徐々に娘一緒、あーって、もうこのタイミングでもう、こう、タメ口でいけるなって思う。中地はその距離感じゃないやん。はい、いや、もちろんそうよ。ずっと一緒に毎週顔合わせ2年やったから、おー、久しぶりって、どんな感じ、はい、最近元気っていう感じで、はいはい、行くやん。いや、だって、インスタも、うん、フォロー、お互いしてるし。してんねんだよ。いいや、もうしてるもんな、余計やん。はい。余計や、別に関係する。いや、なんか、頑張ってるな、ね、うん、小出水さんとラジオとかも一緒にやってるな、とか、写真を見てね。いいね、押してるんですけど、うん、いざ会ったら、あれ僕、この人と敬語やったな。あれタメ口やったか、どっちやろってなったんですよ。やっぱ、ゆずって中地は覚えてたけど、はい、どの距離感で喋ってたかなが、わからなかった。はいはい、和田ちゃんの元相方はもう、毎日一緒に舞台やってたし、はいはい、毎日一緒に終わってからみんなでご飯食べてた、はい。ご飯食べてたけど、その相方さんは、うん、その、中地よりもだいぶ、その、まあ、めっちゃ久しぶりやんか。向こうやな。でも、20年近くで、うん、で、歳もお互い行ってるし、うん、正直、誰ってなった正直わからんかって、探り探りで、はい、瀬戸くんがめっちゃ仲良く喋ってるやん思って、はい、お客さんではないなと思ったんですよ、まず。うん、で、向こうも吉高くんって言うから、吉高くんってなって、とりあえず敬語からまた入ろうって喋って。わかるやん、顔を見たら。ほんで、まあ、終わってからいろいろ和田ちゃんとかと喋ってたら、うん、あ、そうや、もっと相方さんやってなったぞ。離れてから。離れてからやろ。そう、だから、その子の前では気づかんまま。気づかんまま。誰やねん。そう。この子誰やって思いながらどっか行ったってことやろ。ほんまに正直、20年も経ってたら、うん、ちょっと顔もさ、うん、変わるやんか。その、いや、わかる。お前な。女性に失礼やろ。いや、女性男性関係なくです。うんうん、はい。関係なくです、はい。いや、だって20年ぶりやと、うん、だいぶ、ね、その、探らないといけないわ。ほんまに誰やねって思ってたやん。そうなんですよ。正直、わからなくて。うん、吉高くんって感じで来たけど。いや、そう。ほんで、なんか、あの時、その周りにお客さんもいっぱい、はい、一般のお客さんもいっぱいおるからな。で、一緒に写真撮ってください。サインください。はいはい、で、瀬戸さんも呼んできてくださいみたいな感じやったから、ちょっと慌ててた感じもプラスされてんのよ。うん、だから僕としてはすごいもう追い込まれてる状況でした。はいはい、あ、瀬戸くん呼ばな。うん、パッて会います。うん、ほんなら、瀬戸くん誰かと喋ってます。うん、誰って思って。思い出せ、待って。ここもなんか、もう、急速に思い出さなあかん思って、でも瀬戸くん呼ばなあかんっていう状況やったから、はいはい、もう一気に頭の中に、この、考えなあかんこと詰め込みすぎて、ええー、ってなって、もう誰か知らん。もう誰か知らんけど、とりあえず瀬戸くん来て、バイバイって、なった。あ、で、それもう一瞬のうちに分かったんですね。僕は一瞬で分かります。すごい。はい。パッて見た瞬間、おー、久しぶりってなって。そらそうですよ。じゃあ、ファンサイドじゃなくて、知り合いサイドかって、その時ちょっと焦りますよね。焦ります。そうですよ。だって一緒にやってきた。一緒に頑張ってきたんです、まあ、一緒に頑張って、もちろんそうですよ。悲しいです。でも5年離れたら、はい、やっぱりちょっとこっちが怪我な顔してたら、自己紹介してほしいですよね。あの時の何々で、ね、そうですよね。ほら、そう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 。そんな悲しい。だって、ほな、例えばこのラジオがさ、うん、何年後かに終わったとして、うんうん、で、また10年後ぐらいに、はい、街中でパッて沢竹さんとお会いして、はい、吉岡さんって沢崎さんが言うてきたときに、うん、どうも、なこのおっさんって。なやこのおっさん。で、その時、いや、ほら、2024年から、ほら、KBS でラジオやってたじゃないですか、3人で。あの時のほら、お誕生日席に座ってたおっさんですよ、って言って。
そんなんやってた。いやいや、そこは思い出さなあかんねん。先生、思い出さなくても、あーって言わなあかんねん。そうそうそう。慣れ慣れし。慣れ慣れし。慣れ慣れし。ちょっと怖いわ。変な。変な。警察も。変な人変な人変な人じゃあもうあなた人間としてダメなんですよ。それ今回のことでよくわかりました。そこまで喋ったらさすがにわかりますよ。いやだからね、うん、そのたまにさ、この前も朝スマのロケでお店行った時に覚えてる、あのおっちゃんが、うん、お久しぶりって言ってきたやんか、はいはいはい、店の中におった、うん、え誰って聞いたら、うん、一回だけ営業行ったそこのスタッフさんやったんですよ。はいはいはい。それはないわと思って。ないない、まあ、覚えてないよって。それはさすがに俺もやで。それやったら。その距離感は俺も、ああどうもって言いながらも心の中で誰や誰や誰やってなってんだ。だからそれがトラウマやからさ。うん、とりあえず敬語で入らんとっていうのが あるんですよ。その久しぶりはダメよって思った。そうやな、うん、確かにな、うん、一瞬会ってすれ違ったぐらいで向こうはこっちのこと知ってくれてるけど、うん、そうそうそう、こっちはすいませんってなるもんな。ほらあのイオンのあのスタッフのおるおるおる、うわーってなってあーどうもありがとうございますとは言うたけどそれは久しぶりって言っちゃダメよな、ねうん、でもその日にもその人も忘れてしまってるしな、またそうそうなんよ。教えてしまって。これはね。こんなんがあったんで、今日ちょっとテーマどうしましょうかね。ちょっと、はい、久しぶりの再会と言いますか。はいはいはい。なんか久しぶりの再会で、はい、なんかこの人誰やったかな、うん、みたいな時の対処法みたいなの聞きたい。ああ、それ対処法。はいはい、皆さんもこんな経験があったかとか。はいはい。そんな感じでしますか。はい、ね、で気まずいやつもね、ちょっと教えてほしいですね。そうです、気まずい、うん。誰か思い出せない気まずいみたいな、うん、そういう時の心情とか。これ本当に事故なんです。それの対処法、はい、切り返し方、うまいなんかあればちょっと教えていただきたいなと思いますから。僕なんかほんまそういうのいっぱいあるからも。多いやろ、何でしょうか。多いです。そちらの方でメールテーマお願いいたします。はいはい、久しぶりの再会あれこれについて教えてください。メールアドレス、su@kbs.kyoto、su@kbs.kyoto まで送ってください。そして今日もラジオカーが京都の街を走っています、マーブルラジオカーリポーターの西村愛さん。はい、おはようございます。おはようございます。今日もどうぞよろしくお願いします。お願いします。さあ、木屋町2条下がったところにやってきました。はい、高瀬川沿いの通りにいるんですけども、この高瀬川といえば桜が満開になって、春は本当に綺麗なところですよね。うん、でも秋も綺麗なんですよ。はい、この桜の葉はねすでに散ってしまってるんですけど、うん、もみじがあるんですね。うんうんうん、もみじが少しずつ色づいてきてまして、あの日の当たり具合によってはね、もう赤く色づきかけてるところもあったりするんですよ。小さな秋見つけたな感じで、街歩きが楽しい季節に入ってきます ね、うん、ですね。とは言っても今日はだいぶお昼も暑そうなので、はい、ね、私も半袖で来ましたが、ちょうどいい気候です。はい、そんな中で今日は西陣エリアの街を歩く楽しいイベントを紹介します。それでは行ってきます。はい、行ってらっしゃ い。それではマーブル木曜日、今日の全体の流れ、沢竹さんお願いします。はい、この後のコーナーはちょっと気になるあのニュースです。新聞に載ってたニュース、気になるやつをピックアップしてしゃべります。そして11時になりますと、うちのあれこれ聞いてーなーです。皆さんの家庭内でのごたごたとか夫婦のいざこざを教えてください。で、見本として吉高さんが怒られた話を喋ってくれます。そして12時になりますと、週刊ダンディズムです。皆さんが目撃したダンディーな方のお話を教えてください。これも見本として瀬戸さんが喋、ります。そして12時なんか嫌な言い方やから一回喋ります、一息ついて喋ります。喋りますよ、そ、はい、まあ、それだけで終わる可能性もねあるんですよね。いや、そうなんですよ。はい、そして12時20分を過ぎますと、これめっちゃ有名です。はい、僕たちが気になる一品を取り上げて、皆さんのランチや3時のおやつとして提案していきます。そして、あ、今日は瀬戸さんなんですよね。はい、僕が持ってきました。はいはい、お、見当たりませんね。あ、ちょっとおやつ的なものを、はいはい、ちょっと持ってきました。はい、そして12時30分超えますと、沢田家の週末歩きということです。今日はこの近所を歩きます。はい、おー、この近所、はい、はい。で、1時台、マーブルビートがありまして、これ曜日で戦うやつなんですけども、うん、はい、CD 探しに行くんですけども、うん、各曜日3分台で接戦なので、はいはい、さあ今日はお二人のどっちかが探しに行って2分台を出してみましょう。借り物競争的なものを、そうですね、はいはい、 CD を探しに行くということですよね。はいはい、面白そう。はい、はい、そして各コーナーへのメッセージ、その他スムヤルさんへの質問やトークへのリアクションメール、そしてマーブル木曜日では曲のリクエストもお待ちしております。タイトルとその曲にまつわるエピソードやリクエストの理由も書いて送ってください。メールアドレスは su@kbs.kyoto、 su@kbs.kyoto です。またマーブルでは X
X とインスタやっております。アカウントはどちらも KBS アンダーバーマーブルです。ハッシュタグマーモクでもぜひポストをよろしくお願いします。はい、それでは今日もお昼2時までお付き合いください。スマイルのマーブル木曜日、 KBS 京都からお送りしています。高麗人参健康食品通販市場売上ナンバーワン、錦糸高麗人参の神秘の神秘の健康力、健康力、健康力、簡単に倒れるもんか、協力して神秘の健康力。お問い合わせは 0120-66-7が4つ、または神秘の健康力で検索。参加費無料、人生100年時代、老後に備える優しいマネー講座。11月17日日曜日、市場から烏丸京都経済センターで午前10時からと午後2時からの2回開催。老若男女から信頼が厚いファイナンシャルプランナーが、一人一人に合った資産運用や新ニーサなど今こそ知りたいお金についてレクチャー。参加費無料、お土産として8代目義兵のお米をプレゼント。司会は私、中村かおるです。お金について勉強して日々の生活に一緒に役立てましょう。皆さんご応募お待ちしてます。20代から60代の女性各回40名様を抽選でご招待。ご夫婦ご友人との参加も OK。 詳しくは KBS 京都ホームページイベントインフォメーションまで。KBS 京都交通情報です。この時間は京都の情報をお伝えします。日本道路交通情報センター京都の高島ゆかりさんです。お願いします。はい、お伝えします。名神高速の名古屋方面に向かう上り線は、左ルートの大山崎で2キロ、京都東インター付近を先頭に13キロの渋滞。また反対の下り線は、豊中インター付近の故障車に伴う規制は解除になりましたが、影響が残って6キロ渋滞しています。新名神高速は神戸方面に向かう下り線の高槻インター付近で工事のため走行車線が規制されて2キロの渋滞です。京滋バイパスは瀬田東方面に向かう上り線が笠取インターを先頭に7キロ渋滞しています。以上、京都センターからお伝えしました。ありがとうございました。次の交通情報は11時前にお伝えします。スマイルのマーブル木曜日。40を過ぎて初めてパーマを当てたスマイル瀬戸と、40を過ぎてイコカを使えるようになったプーエー吉坂と、スマホ使用1周年の沢竹博之が KBS 京都から楽しいトークをお届けします。ちょっと気になるあのニュース。さあ、この時間は今朝の新聞各紙から僕たちがちょっと気になるわと思ったニュースをピックアップします。はい、はい、今日の一般紙は大概の新聞が、あの選挙戦のね、情勢分析なんかをしてましたけれども、はい、そこには触れずにですね、僕朝日新聞のちょっと観光のニュースなんですけども、うん、はいはい、観光客が増えすぎていろんな地域でね問題になってるじゃないですか、うんうん、でこれ北海道の美瑛町の話なんですけど、はい、青い池っていうね、うんうんうん、これもともと火山の爆発でできた池なんですけど、うんうん、で成分がそういう成分になってて、はい、晴れた日には池の水が青に光るっていうか青になるんですよ。だからすごい綺麗で、SNS でこの数年で有名になって、うん、もう爆発的にお客さん来るようになって、はい、まあ、あの中川家さんと、安友さんが一緒に行く旅行の番組とかでも行ってはりますよね。あ、僕はそれで初めて知ったんですけど、もう一回行ったらほんま綺麗でしたわ。普通の池やのに青になってるんですよね、水が。めっちゃ綺麗な青です。めっちゃ綺麗な青です。なんていうんですかね、こうブルー、水色というか、はっきり青い感じ。はっきり青いです。あの今の今日の青空みたいな青のもっと神秘な的な感じですね。綺麗です。だからこれがね、今年なんかでもえげつなかったらしくて、機械式の料金ゲートで大渋滞が発生したりだとか、これあの北海道の美瑛町なんですけども、美瑛町って言えば青い池も人気なんですけども、パッチワークの丘って言って、うん、あのキルトの、 あの丘が、あの畑がこう、はい、パッチワークって分かります？キルトのこうなんかこう毛糸でなんかこんな中大かな。まあ僕もよう説明しないんですけども、キルトでいうパッチワークっていうのがあるんですけど、はいはい、それの田んぼがね、畑がそういうね、
あの区画区画でいろんなあの模様ができててすごい綺麗んですよ。でそれを見に行くために普段は畑を耕すような車しか通らないところが、はい、普通の一般バスが来たりだとか、うん、車が来たりとかで大渋滞が発生したりだとか、それから畑に勝手に入って、写真撮ったりとかその風景をね、っていうでも大迷惑してるんですけども、あんまりねあのお金を取れないんですよね。宿泊するときに旭川行ったりとか富良野まで行っちゃうんで、うわあのそういうことか。お客さんはそうなんですよ。だ三重町自体にあんまりみんな足は運んでくださるけど、そこではちょっとお金落としていかないというか。そうなんですよ。だ迷惑かけられっぱなしということで、その近辺が得しているという。そうですね。どっちか言うたら、まあ、近辺もねやっぱり観光客で、まあ、大変なオーバーツーリズムで困ってるとは思うんですけども、ここは特に、来るだけ来て帰っちゃうということで、なんとかならんかということで、イケアから見るだけ見に来てるってだけですね。そうですね。もうすぐ帰ります。お金払って見に来るとかではないですもんね。ないですね。で一周回ったらもうすぐに帰ります。ただで見れるってことですね。はい。でそこ一本道で街中からもうすぐ帰れるんですよ。でパッチワークの丘だって別にあの売店がいっぱい出てるわけじゃないんで、はい、見に来て記念撮影して終わりなんですよ。はあはあはあ、で何とかならないかということで駐車場税いけるかなということで検討してますよというニュースなんですけど、いや本当にもういろんな、ね、工夫して撮った方がいいですよね。京都なんかでも市バスが、大型の旅行カバン、スーツケース、はい、でもう市民乗れなくなって塞がれて、はい、あの観光客がでっかいのを、ね、下げて、いっぱいです。お客さんはそれほど乗ってないのに、もうその旅行カバンでもいっぱいで市民乗れないとか、それだったらもうねカバン一ついくらとか本当取った方がいいと思うぐらいなんですけども、で美瑛町はちょっと駐車場税取ろうかなというふうに考えてますよということでございます。確かにそうですね。なんかの方法でははいそうですね。損でしかないですもんね。損でしかないです、はい、そね、僕それほどまだ有名じゃなかった頃に行ってたんで、あのパッチワークの他でも車止めて普通に写真は撮れたんですけど、はい、今はもうそんなところじゃないはずなんで。そうですよね、うわ確かにこういう悩みってあるやろうな。そこだけはタダでなんか迷惑だけ被ってしまうっていう、ね、素通りみたいなね、駐車場とか何かで確か利益を置いてほしいですね。まさに新聞に載っておりました。さあ続きまして、はい、スマイル瀬戸の気になるニュースはこちら、サンスポ×吉本新喜劇ということで、こちらサンケイスポーツさんの12面で、いただきました。こちらはですね、大阪イエスシアターでですね、大阪、吉本新喜劇ゼネラルマネージャーの狭間寛平が11月の3日に大阪イエスシアターで上演される吉本新喜劇とサンケイスポーツの初コラボ公演、サンスポ吉本新喜劇記者が新喜劇の台本を書いてみたに出演することが16日分かった。おなじみの寛平じいさんで出演予定、脚本家デビューする本誌芸能担当の渡辺陽次記者、36歳の方の台本を見た寛平師匠は、これで受けなかったら芸人の腕がないと太鼓判を押した。なんかこういう面白そうな企画といいますか、だからサンスポの記者の方が吉本新喜劇の台本を書いて、それを新喜劇の方々が演じるんですって。どういう経歴？普通新喜劇っていうと、その新喜劇作家の方がいて、で座長さんと一緒にその作家さんが何人かでみんなでストーリーを組み立てていくみたいな感じなんですけど、お笑い経験のないサンスポの記者の方が新喜劇の台本を書いてそれをやるというのがちょっと新鮮で変わった試みだなという、ね、普段文章書いてるからやっぱりそこそこできるんですか ね構成とかもちゃんと、まとめ方はめちゃくちゃうまいって言われてるんですね。でこれもまた素敵なのがね、はい、このプロジェクトがですね、昨年の12月の淀川寛平マラソンの控え室で、寛平師匠とこの渡辺記者が雑談してたんですって、その時にほないっぺんやってみたらと背中を押したことから動き出したという、で新喜劇の創始が渡辺記者のために人肌を脱ぐという、こういう雑談で始まった、ほないっぺんやってみたらっていうのが実際実現したんですって、で寛平師匠も、僕も若い時から師匠の花木京師匠に
一回やってみと言われ続けてきたと、うんうんうん、でやってみて初めてできるできないと気がつくわけやからと意図を説明しました、うんうん、で肝心の渡辺記者の台本はよう新喜劇見てるなと話の筋もちゃんとしてるから多分受けると思う、はい、これで受けなかったら芸人の腕がないと太鼓判初めての経験に不安な渡辺記者に昔西川きよしさんがおもろない本でもおもろくするのが芸人やと言うていた坂田敏夫の頭フライパンで叩いたりめちゃくちゃやっていた滑りそうになったら芸人が盛り上げると強靭な芸人魂で脚本を支えるというなんか素敵な話からこういうイベントが立ち上がってるっていうのはいいですよ ねちょっとしたね楽屋での雑談も大事ですよ ね大事ですよね、はい、一遍やってみっていう一言から、うん、とりあえずやってみな分からんやろうということで、はい、でもキャストも一之輔師匠とか松浦慎也さんとか森田真理子さんとか岡田直子ちゃんとかどんどん決まってきて、うんはい、清水健二さんは出ないんかな明日、ね、あまあ仕方ないですよねすいません清水健さんのお母様も聞いてらっしゃると思います競馬で忙しいから、はい、競馬で忙しいんですよもう楽屋覗いたら本当スポーツ新聞広げて、はい、であれもう全部4ヶ月はお仕事で来たのいやあの競馬で来てます競馬で来ます4ヶ月まで行って、はい、競馬して帰って、うん、あそれはウィンズ近いから、ね、便利ですよねで外して、はい、外してもう外してもう20年になりますね清水さんは、はい、言うてたでこの前 NGK のトイレ入ろうとした清水さんに会って、はい、お前らまた俺のこと言うてるらしいいやいやでも瀬戸君もひどいですよあの4ヶ月の合間にね、うん、なんかその名古屋から来てる、うん、あの団体さんを盛り上げる営業があるんですけどツアーねツアーがあって、はいはいはい、でその人たちにあの新喜劇キャラのカステラを配るんですみんな配るんです一人一個ですね、はいはいはい、誰が当たるかわからないですよね、だからあの島木ジョージ師匠とか、うん、そうそういろいろあるんですよね、うん、あの小籔座長とか川島座長とか内場座長とか坂谷ちゃんとか、でなんか一個だけよくわからん誰やってのがあるんですけどそれをいつもね瀬戸くんがうんこれ清水健二さんですねって言うんですよ適当なこと言ってあかんのほんまに誰かわからなかったら全部清水健二さん清水健二さんで言ってうわおめでとうございます清水健二さんですいやもう言ったらあかんですこれ誰ですかこれ誰ですかうわおめでとうございます清水健二さんですいやいやほんまにお客さんはそうなんやって思うじゃんほんまに誰か分からんの確かに誰か分からんのが一人だけあるんですよ一個だけあるんですよだからその人がめっちゃ多いねんな多いめっちゃ多いんですよわピッパッと見たら分かるんですよあこれ島田珠代さんですよ坂井愛ちゃんやとか島田一之輔師匠ですよとか吉田博さんやって分かるんですけど一人だけほんまにそうですよこれ誰って吉本ちゃんに今度聞かなかんな聞かなかあれマジで誰っていうのが一人分からないですよでその人がめっちゃ当たるんですよ、うんうん、だから大半の人がこれ誰これ誰ってみんなそれ持ってるんですよ、はい、でとりあえずもう清水健二さん清水健二さんオールマイティーな言葉じゃないですか、はい、それで満足していただいて満足していただいてじゃないですよということでこのイベントも楽しみですね、はいはい、じゃあ僕のちょっと気になるあのニュースこちらです緊張感の中でプレーできる喜びこの時期まで野球ができている喜び、はい、明日も試合ができる喜び、うん、大谷なということでドジャース大谷翔平投手が15日リーグ優勝決定シリーズ第3戦の前日会見を敵地、うん、シティフィールドで行ったということでございます、はいはい、そしてですね先ほどあの僕ちょっとネットニュース見たんですけどドジャース対メッツで今やってんの、はい、2対0で、ねうんドジャースがちょっと勝ってましたね、はい、で17日の9時8分、うん、あの開始なので、うん、で今1勝1敗ですから大谷、ねはい、は打てたあそこまでちょっと、ね、見れてないんですあ、ね、1打席はファーストゴロでしたかね、はい、でも今のところ勝ってます、はい、ということでちょっと読ませていただきました、はい、ちょっとあのだって何対何かも今のこと言うてるだけや、はいまあはい、ただ今の状況言うてるだけや大谷選手そうです、うんはい、今勝ってますよ今勝ってますよっていやいややっぱ気になるじゃないですか皆さんね気になる人もラジオ聞かんと多分テレビ見てる、はい、いやいやいやお前から教えられるのもテレビで知るわいやまあまあでもお仕事中のね方もね、まあ、ちょっとラジオで聞いたけど、はいはいはいね、大谷さんの情報を吉高から得ようとしてる人ゼロやうわ今日大谷さんどうなってんのよ打ったんかなそうや、はい、あのマーブル聞かなマーブル聞かなおらんで、はい、吉高が喋るからマーブル聞かな大谷どうなってるっていう人はおらんで、はい、でも僕ほんまに僕大谷さんポットじゃないけどどんどんこうつぶやいていきますので、はい
はい、ぜひわからないことあったら教えてください。勝手に情報入ってくるねこの方は。わ、はい、からないことあったら何でも聞いたらいいんですか。はい、今のところ睡眠時間バッチリということです。なるほど、はい、でメンタル面は負けても楽しいということですね。書いてますね。2、3日前の、ね、会見で起きたばかりやから眠たいとか言ってましたよね。ああ、そうですね。はい、まあいろいろございます、ね、はい、ということでございます、はい、でこれ勝ったらワールドシリーズ、はい、ということか、ね、はい、ジャッジのヤンキースになるんですかね。ジャッジ来てほしいですね。ジャッジは MVP ですもんね。はいはいはい、だからジャッジ対大谷、これは見物やね。すごすぎるわこれ。ほんまに全トピックスあるやん。そうね、もう漫画以上のことしてる、ね、WBC で最後トラウトと対決して終わったとか、三振で取って、こんなん最後ワールドシリーズ進出したらジャッジと戦うとか、ね、うん、これ大谷選手だけじゃなくてさ、うん、それについてくる横の追随してくるものも、うん、そう、ドラマ作り上げてくれるよね。ずっと歴史作ってる、はい、うん、すごいよな、この一緒に来てる感じが、はい、これはすごい。西海岸対東海岸でね、はい、めっちゃくちゃバチバチですよね。バチバチですよね。すごい。なんで田村健さんも言ってたもんな。あ、そうですね、ロサンゼルスに住んでる、はい、はい、えぐいらしいっすよ、うんうん、どういう風に。ドジャースのユニフォーム、はい、街中、街出たらドジャースのユニフォームやっぱみんな着てるんですけど、もう9割大谷選手なんですって。あ、後ろの名前が、はい、はい、ユニフォーム、うんうん、言うてもフリーマンとかいっぱいおるじゃないですか、はい、ね、うんうん、あのドジャースもスター選手揃いじゃないですか、はい、はい、9割大谷選手なんですけど、ロサンゼルスの現地の人も、うん、日本人じゃない向こうの人も大谷選手来てんねんな、うん、そう、それがすごいよ、すごいなって、だから日本に来てんのって勘違いするぐらい、朝起きてコンビニ行こうってパッて見たら大谷選手のユニフォームだらけやから、はい、あれ日本かと思うぐらい向こうでもすごいんですって。はい、そうなんですよ。すごいな、20分でつけるって言ってたもんな、ドジャースタジアム。ああ、そう、羨ましい、本当に。家から20分のところあるわって言ってたから、めっちゃ行きって言ってた。そう、だから普通にご飯食べに行った時にこの前ここ大谷選手来てたらしいとかも全然あるらしい。全然あるし、うん、羨ましいわ田村さん。ね、まだあれですね、先輩尊敬できますね。そこはそこはそこはって言い方、そこだけ、そこだけ、そこだけって言うな。というトピックスでございました、はい、以上ちょっと気になるあのニュースでした。競争京都サンガ FC ホームゲーム、10月19日土曜日はサガン鳥栖と対戦。サンバチームの出演やハロウィンイベントも実施。午後2時キックオフ。チケット購入方法につきましては京都サンガ FC オフィシャルチケットサイトをご覧ください。お金の受け取り資格は昭和生まれの人、お金を借りたことがある。この二つだけ。多くの人が100万円以上受け取っています。私は違うと思っていた。みんな口を揃えてこう言います。確認方法は超簡単。電話一本たったの3分。過払い金に心当たりがなくても、実は電話するまでわかりません。間違えても OK。お金を受け取れるのかだけでも確認を。代表は法務大臣認定司法書士の杉山和穂。0120-316-571 司法書士法人杉山事務所。さて、お肌にお困りごとを抱える皆さんに耳寄り情報です。ハリ不足、乾燥小じわ、くすみなど、年を重ねるとお肌にいろいろなお困りごと増えますよね。でも年齢に応じたケアは手間とお金がかかるからと諦めていませんか？今日はそんなあなたに朗報です。なんと毎日使うあれを変えるだけで簡単に年齢に応じたケアができる商品があるそうです。お話を伺いいたしましょう。田中さん。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。早速なんですが、スタジオの皆さん、お肌のお困りごとってありませんか？はい、いや、そらもう年齢重ねてくると、シワを筆頭にね、出てきましたね。ちゃんと出てきました。ね、はい、いっぱいありますよね。そうですよね。皆さん、人に見られるお仕事でもありますし、年齢を重ねてからは、お肌のお困りごともいろいろ出てきて、対策が大変だという方も多いと思うんですよね。本当にそうなんです。
でもね、田中さん、はい、この年齢に応じたケアをするのに、あれを変えるだけでいいって本当なんですか？そうなんです。あれを変えるだけ、実は洗顔なんです。洗顔ですか。はい。はあ、まあ確かに洗顔って毎日する方も多いですし、お肌にもとても大切だと思うんですけど、僕も毎日一応しっかりやっているつもりなんですけど、はい、それを変えるだけっていうのはとても手軽ですよね。うん、そうなんですよ。毎日の洗顔をある商品に変えていただきたいんです。うん、特別なケアは不要。セットでいろいろ揃える必要もないんです。いや、洗顔で年齢に応じたケアができるってやっぱすごい時代ですね。でもそれだけの商品ってやっぱちょっと高いんじゃないんですか？気になりますよね。はい、今日はお値段100円で試せるキャンペーンご用意しました。たった100円ですか？そうなんです。これなら簡単に始められませんか？ねえ、その洗顔とはどんな商品なんですか？はい、毛穴クレンジングゲル部門で11年連続売上日本一のマナラホットクレンジングゲルです。あ、11年連続売上日本一、はい、すごいってすごいですね。ありがとうございます。あの成分がねどうだからとかそんな難しい話聞かなくても、こう人気が全てを物語ってますよね。ありがとうございます。ちなみにこの商品は洗顔とクレンジングが一度に済むので、うん、毎日の洗顔として使っていただけます、はい、ではぜひ手のひらに出してくるくるっと広げてみていただけますか？はい、はい、実際に触らせていただきます。はい、うん、くる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 っとさせていただきます。あ、一瞬でわかりますね。ねえ、まずは柑橘系のね、この香りが本当に良くって、はいね、くるくるすると、おお、すごいんです、このポカポカ、ポカポカ、ポカポカ暖かくなってくる。なんか癒されるんですよね。ありがとうございます。あの、この洗顔は、温めて毛穴を開き、毛穴の汚れや黒ずみをすっきりとするんです。では、今度はそれを拭き取って、左右ので比べてみてください。はい。うん、拭き取って、拭き取って、はい。は、はい。はい。あ、しっかり違いがわかります。ね、すっきり。すっきりしてますね。すっきりです、うん、はい。あの、実際は洗い流すものなんですが、うん、比べていただくと、わんと明るくなっているような感じもするんじゃないかなと思います。うん、はいはい。あとは、あの、年齢を重ねると、乾燥小じわが至るところに目立ってきて、はい、見つけるたびに嫌になりますよね。わかります。これ乾燥小じわとかちょっと見つけた時ってちょっとテンション下がりますもんね。もう本当にそうなんだと思うんです。この洗顔はそんな乾燥による小じわを目立たなくする効能評価試験済みの商品なんです。洗顔で乾燥小じわを目立たなくするんですか？そうなんです。じゃあいろいろと化粧品とかを使わなくても洗顔だけっていうのは本当に手軽ですよね、これ。そうなんです。でもまだあります、はいはい、洗顔なのに美容成分がたっぷり 90% 以上配合、うん、コラーゲン、ヒアルロン酸などお肌にいい成分のオンパレードなんです。洗顔なのに美容成分のオンパレード？はい。あ、だからですか？なんか確かにね、あの手もこうしっとりしてきてる気がするんですよね。はい、そうなんですよ、うん、あのなので洗顔の後もお顔も突っ張らずにしっとりプルプル、うん、張りと潤いを与えてくれます、はい、ではお喜びの声もご紹介いただけますか？はい、70代の方からです。二度洗いしなくていいのはズボラな私にぴったり。くすみが取れて張りもツヤもアップしたように感じます。孫のお迎えに行った時に若々しくて綺麗と褒められちゃいましたと。でお写真もあるんですけれども、はい、ああ本当に、あの、うん、若々しくて笑顔がね、うん、素敵。うん、ああ、70代って書いてますよね。見えないよ。本当に見えない。ちょっと驚きますよね。もうぜひラジオの前の皆さんも、どうせ手遅れなんて思わずに、うん、毎日の洗顔を変えるだけです。
ぜひチャレンジしてみてください、うん、毛穴クレンジングゲル部門で11年連続売上日本一の商品ですので、何を選んだらいいかわからない方、もうぜひこの洗顔使ってみてください。お電話するだけたった100円なので、今日が始めるチャンスです。それではご案内をお願いします。はい、マナラホットクレンジングゲルマッサージプラスは通常2ヶ月分が税込み4180円ですが、本日特別価格のご案内です。7日分お試しセットをお値段税込み100円です。おお、あ、これもあるんですけど、7日分しっかり個包装で7個入ってるんですよね。はい、これが100円。そうなんです。ちょっと頑張りました。はい、うん、さらに、うん、送料もマナラ化粧品が負担いたします。本当に100円だけで OK なんです。はい、ただし、初めての方限定でお願いいたします。いや、送料はマナラさん負担なのはありがたいですよね。うん、それでは、お電話番号をお願いします。皆さんメモのご用意を。毛穴の黒ずみや開き、目元のちりめん小じわ気になりませんか？ぜひお電話ください。お申し込みはフリーダイヤル 0120-688-588 0120-688-588 まで、必ずラジオを聞いたとお伝えください。お届け返品についてもこちらまでお願いします。最近お電話のおかけ間違いが増えておりますのでご注意ください。お申し込みはフリーダイヤル 0120-688-588 0120-688-588 まで、お早めにお電話ください。田中さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 KBS 京都ラジオ1143-949。はんなり京都、 KBS 京都ラジオ。 KBS 京都ニュースです。ニューススタジオの佐藤アナウンサー、お願いします。はい、お伝えします。共同通信によりますと、16日のニューヨーク株式市場では企業の堅調な決算発表が材料となり、金融株などに買い注文が膨らんで、ダウ工業株30種平均は反発し、2日ぶりに終値の最高値を更新して取引を終えました。ダウ平均の終値は前の日に比べ$337.28高の$43,077.70でした。ハイテク株が主体のナスダック総合指数も反発し、51.49ポイント高の 18,367.08 となっています。前日に300ドル以上値を下げた反動で、割安感が出た銘柄も買われました。市場では、物価高を抑えつつ景気後退を回避するソフトランディングへの期待感が相場の支えとなっています。共同通信によりますと、北朝鮮の朝鮮中央通信は今日、朝鮮人民軍の総参謀部が南北を結ぶ道路と鉄道の北朝鮮側をおととい爆破し、完全に閉鎖したと報じました。これは韓国を敵対国家と規定した憲法に沿った措置だとしていて、北朝鮮の憲法が改正された可能性にも言及しています。北朝鮮は今月9日、韓国とつながる道路と鉄道を遮断し、障害物で要塞化すると表明していて、韓国軍合同参謀本部がおととい、北朝鮮による爆破を確認していました。石破総理大臣は今日、東京九段北の靖国神社で始まった秋の例大祭に合わせ、内閣総理大臣石破茂の名前で真榊と呼ばれる供物を奉納しました。関係者によりますと、あさってまでの例大祭期間中の参拝は見送る意向です。今月1日に発足した石破内閣の閣僚の対応が焦点となります。
靖国神社にとって4月と10月の例大祭は重要な祭事とされています。岸田前総理は石破総理と同様、例大祭で参拝はせず真榊を奉納していました。超党派の議員連盟みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会は、衆議院選挙期間中であることを考慮して一斉参拝を延期すると発表しています。おしまいに、共同通信によりますと、メジャーリーグドジャースの山本由伸選手が先発する17日、日本時間で明日のナショナルリーグ優勝決定シリーズ第4戦に向け、ベストな状態で挑みたいと意気込みを語りました。これはニューヨークで16日に開かれた記者会見で述べたもので、対戦相手のメッツについては、すごく勢いのあるチームだし、すごくいい選手もたくさんいると評価しました。山本選手は、地区シリーズは本拠地ロサンゼルスで行われた試合に2回登板し、第5戦では5回無失点と好投しました。今回は3時間の時差があり、気温も10度以上低い適地での登板となりますが、睡眠をたくさん取ることはより意識してやった。寒さは大丈夫と語りました。この時間のニュースは佐藤がお伝えしました。天気予報です。現在奈良県南部に雷注意報が出ています。今日の近畿地方は高気圧に緩やかに覆われるものの、湿った空気の影響を受ける時があるでしょう。京都府と滋賀県は晴れたり曇ったりで多少雲の広がる時はありますが、日差しが降り注ぐ見込みです。なお京都府の内陸部では午前中は霧の発生するところがありますので、車の運転などは注意を続けてください。明日の近畿地方は湿った空気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。京都府、滋賀県全般に雲が広がりやすく、にわか雨のところがありそうです。局地的には雷を伴う恐れがあるため、落雷や突風、急な強い雨に注意が必要です。今日日中の最高気温は京都で29度、舞鶴では25度、彦根は27度の見込みです。京都と彦根は昨日より2度ほど高く、舞鶴は昨日と同じくらいでしょう。以上、天気予報でした。KBS 京都交通情報です。この時間は京都の情報をお伝えします。日本道路交通情報センター京都の高島ゆかりさんです。お願いします。はい、お伝えします。名神高速の名古屋方面に向かう上り線は、左ルートの大山崎で2キロ、京都南インター付近で4キロ、京都東インター付近で5キロ渋滞しています。新名神高速は神戸方面に向かう下り線の高槻インター付近で工事のため走行車線が規制されて2キロの渋滞です。刑事バイパスは瀬田東方面に向かう上り線が笠取インターを先頭に5キロ、反対の下り線は宇治東インターで2キロ半渋滞しています。以上、京都センターからお伝えしました。ありがとうございました。次の交通情報は11時35分頃にお伝えします。さあ、それではメッセージを紹介させていただきます。はい、こちらラジオネーム薄口醤油バターくんさんからいただきました。はい、スマイルのお二人、沢竹さん、こんにちは。こんにちは。先週の土曜日のザザであった単独ライブ、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。来てくれてたんですよ。ありがとうございます。スマイルの単独は初めてだったのですが、最初から最後まで笑いっぱなしでした。スマイルの二人が出てきた時にうちわを振っていると反応してくださって嬉しかったです。 あの方が薄口醤油バターくんや。初めて知った。もっとおっちゃんや思ってた、申し訳ないです。左端の若い方ですよね。いやね、若いや、若い男性やったよ。ねえ、なんかすごくおっちゃんやね。あの人やったや。ありがたい、はい、こんな近くでスマイルのお二人を拝めて幸せすぎました。次の日にあった森の宮キューズモールのイベントにも行きました。来てたね。森の宮での漫才面白かったです。あのリズムとワードは脳裏に焼き付いてしまって今でも出てきます。漫才の後にクイズ大会でクイズに正解し、まさかのサインゲットでできてめちゃくちゃ嬉しかったです。サインもありがとうございました。嬉しい気持ちでいっぱいになりました。また次のライブやイベントも楽しみに待っています。いや、嬉しい、こうやってリスナーさんも来てくれるようになり始めた。
ねえ、これはありがたいね、うん、でこの方もなんです、ラジオネームエリンギちゃん、はいはい、うん、瀬戸さん、吉高さん、澤崎さん、こんにちは、こんにちは。先週の土曜日はスマイルのネタライブに行きました。ありがとうございます。ザザポケツは初めてで最前列でお二人の漫才見られて最高でした、うん、距離感がめちゃくちゃ近かったですね。漫才3本とも面白かったし、コーナーも楽しかったです。クイズ1問も当てられなかったので悔しかったです、うんうん、次の日は森の宮キューズモールへ見に行きました、はい、2日連続みんな来てくれてね、ブラジャーゲームですね、僕たちがやったネタですね、はいはい、のリズムが面白すぎて頭から離れません、はい、ネタでは吉高さんが考えた感じやったけど、実際は瀬戸さんが考えたんとかいろいろ想像してたらさらに面白かったです。3連休にスマイルのお二人を2日連続も見られて嬉しかったです、うん、お客さんにニコッと笑顔で手を振り返したり、うん、お子さんにサインをプレゼントするときに目線を合わせて名前を聞いていた瀬戸さん、うん、ダンディズムでかっこよかったです。ちょっと待って、ほんまに書いてる、ほんまに書いてます。写真付きで。写真付きでしっかりとね、澤崎さん、これが現状です。いやいやいや、証拠押さえてますね、マッケリンちゃんさん、ありがとうございます。はい、いや、はい、証拠押さえても、吉永さん見てください。西日眩しいなのね。ほんまに終わらんかな、西日眩しいなの顔でしょ。瀬戸は子供に目線を合わせる、これ証拠でございますから。まあそうですね、ありがとうございます、エリンギちゃんさん。いや、瀬戸くんが聞かんかったら僕聞いてたし。吉高さんはタムケンさんの横で西日眩しいは早終わらんかなでございますから。西日は眩しかった。また来てください。ありがとうございます。はい、間もなく11時です。スマイルのマーブル木曜日。AM1143。FM949。KBS 京都から放送中。うちのあれこれ聞いてーな。さあ、このコーナーは皆さんの家庭内でのごたごたや夫婦のいざこざをお聞きして、僕たちが円満に導く方法をご提案いたします、はい、妻にあんなことで怒られた、夫にこんなことにイライラするなど、これどう思いますといったお宅のあれこれを聞かせてください、はい、では吉高さんのやらかしたやつを、はい、お願いします。やらかしたって呼んでください。何て言ったんですか。でもほんまにやらかしてます。ほんまですか。はい、うん、僕ね、いつもゴミ出し担当で、おうおう、ゴミ捨ててきてって言われるんですよ。はい、で、まあ、その、でっかいやつじゃなくて、まあ、サッカーボールぐらいの大きさの、はい、まあ、白の袋のやつ。はい、それを、まあ、仕事ついでにしてに行こうとするんですけど、うん、いつもね、僕、自転車のカゴの中に入れて、うん、その上にスーツで蓋して。はい、ゴミ捨て場はどこにある？マンションの下にあるんじゃない？マンションの下にあんねん。で、うちは3階。で、2階で自転車を乗って。自転車乗って、そのまま降りて、はいはい、ゴミを捨てに行くねんけど、そのスーツで蓋した瞬間に、うん、そのゴミの存在をいつもね、忘れて、そのまま。スーツで蓋するから。そう、駅の。目の前にはスーツしか見えてない。見えてないから、家の近くの駅まで行って、はい、そこの駐輪場でガッチャンコして、うん、スーツを取った瞬間に、うわ、はい、ゴミ捨ててないわ、みたいな。あ、結構しょっちゅうあるんですよ。一、ね、はいはい、回だけ電車に持ち込んだこともあるんですけど、ちっこいやつを。はい、はい、で、これ何回すんねん、みたいなあって。で、ね、で、この前もそれがあって、うん、はい、仕事終わって、うん、その駐輪場行ったら、カゴの中にゴミがあって、一、はい、回なんか切れてしまったんですよ。うん、誰やねん、捨てたんって。あ、誰かが自分のカゴに、うん、に入れたと思って、ゴミを入れたんちゃうんだ。入れ、何やねん、腹立つわって思って、よう考えたら、うん、いや、これ僕やん。ちゃうわ。ちゃうわ。頼まれたやつや、家のゴミやわ。そう、家のゴミやん、ちゃうやん。一、うん、人でなんか1分ぐらい、もうなんか腹立ってて、うん、で、それで、その、まあ、家帰ってゴミ捨てようって。たんすけど、うん、そのもう荷物多いから、はい、スーツもあるしカバンもあるしね、一回二階でその、あ、止めて、うん、自分の荷物を3階に持って行ってから、はい、ゴミ捨てようと思ってたんですよ、はい、ね、うん、で二階に行ったらちょうど奥さんと会って、はい、駐輪場で奥さんもママチャリでちょっと買い物、はいはい、行こうとしてる時で、あ、ただいま、みたいな、おかえりって、うんうん、あれって、カゴの中に。はい、え、なんでゴミ入ってんの、そうね、朝出ていくときに捨てといてねって渡したやつが。そうそう。あ、ごめんって、これ捨てんと、そのままその駐輪場まで持って行って仕事行って、ほんで、ただゴミ運んでるだけ。運んでるだけなんですよ。で、駐輪場、戻ったら、で、まあ、家帰って捨てようと思ってて、うんうん、あ、今から、行くんやろ、買い物。うんうん、
あの、ごめん、これついでにしててって言われて、なんで私がしてやなあかんねんって、うん、いや、ほんまやわ。怒られました。なるほどな。はい。そうやな。朝私が頼んだやつ、はい、頼んだやつ。あんたのミスで、はい、持ち続けたやつを、はい、何タイミングよく私と会ったからって言うて、あの、ついでにほな、ええやん。ええやん。捨てといて。捨てといて。何を調子ええ感じで頼んでんねん。なんで7時間後に私また捨てたんだね。ほんま7時間。はい。何をあなた7時間そうやな持ってるだけなん、はい、効率ええような感じでパスしてきたけど、うん、そうそうそうじゃないもんな元はといえばあんたがやもんなそう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 ああそうあもう一個あるんですよじゃだから、うん、そのなんでゴミを入れてから上でスーツ蓋するのそれで毎回ミスしてんやろいやあのねってなったら人間って学ぶからさ、うん、もう次はスーツ下に入れてその上にゴミを置いてもうまずゴミを捨てるからさでもそれ安定悪いんですゴミ落ちちゃうんすよ2階から1階の移動だけやんそうや、うん、それでずっと漕ぎ続けやったらわかるけど、うん、2階から1階の間だけやったら別にそっちのが優先じゃないゴミ捨てんやったらゴミを先捨てるか、うん、1回それやったんすけどそれやると、うん、そのゴミを抑えながら自転車運ばんとダメですよ、はいはいはい、コロコロになるから、うんうんで、また、何回も落ちるから、うん、なんやねんって、その、先にゴミを入れてスーツ蓋すると、もうゴミの存在忘れちゃって。で、電車まで持ち込んで。持ち込んで。それ、MBS のゴミ箱に捨てるわけにはいかないんですかいや、でも、やっぱり、その、よそ様に、そらな、あのね、ゴミを捨てるっていうのと、あと、うんうん、ゴミ箱に入れるにしては、ちょっとでかいんですよね。ああ、なるほど。穴が。はいはいはい、はい。穴が、あの、入らないというか。うん、はいはい、あ、ちょっと大きめなんですね。しかも、それ、押し込んでる姿、バレたらめっちゃ穴じゃないですか。家庭ゴミを持ち込む。何を家庭ゴミをね、よそ様のテレビ局で捨てとんねんって、なるとダメじゃないですか。うん、はい、そうなんですよ。いや、めっちゃバカやん、ただただ。いや、そう、そう、本当にもう。でも手で持っていくか、なんかハンドルに引っ掛けるとか。うんうん、ハンドルに引っ掛けるのが一番いいかな。いや、でもそれもね、うん、そのブラン、ブラン、ブラン、ブランってなるんですよ。ええー、や、だから、そのな、お前さ、はい、それで長距離移動のテンションずっと喋ってるけど、うん、2階から1階の移動やろ。移動や。ブラン、ブラン、ブランで。いや、腹立つんや、あれ。それを、やったことあんねんけど。間違えて運び続けるのとどっちがデメリットあんのよ。いや、あとそれやるとさ、取るときに、うん、あの、なんか、何ブレーキとか引っかかって、グ、うん、イーってなね、うん。そう。それがもう。嫌なよ。嫌なよ。なんか固定させたいんや。固定させたいんや。固定させたいんや。なんなんすよ、固定させたいって。あの、絶対に落ちないように。ゴミ袋の中に。安心して一回降りたいんや。安心して、一回降りたいんや。そう。で、これちょっとラジオで謝らないと奥さんにダメなんですけど、その、業務スーパーで、その、氷買ってきてって言われて、分かった言って、まあ、普通帰りに、ね、仕事終わって帰りに買わないとダメなんですけど、うん、はい、行きに買っちゃって、絶対ちゃう。絶対ちゃうやん。ね、氷なんか誰が行きに買う？そうそうそう。ほんでね、クーラーボックスから持ってたんですか？何も持ってないです。あ、そう。で、どうしようって思って、とりあえず、まあ、チャリカゴに置くしかないわと思って、はい、カバンの中もパンパンで入らんし、うん、氷持って電車なんか乗れないじゃないですか。はい、ね、で、また仕事行くじゃないですか。はい、で、仕事帰ってきたら、その氷が水になってて、うん、それはそうですよ。当たり前ですよね。だから、悩むところの問題点の発見のしどころが違いますよね。はい、どこに置いといたねとか、そんな問題ちゃう。いやいや、でも、でもその結構急いでて家に帰るにはやばいってなったから、うわ、これミスなってるやん。どうしようと思う。そらもちろんなりますよ。そらそうですよ。で、家帰って奥さんがおらん時に冷凍庫に入れたんですよ。それを水になったやつを。水になったやつを入れたんや。入れたんや。氷にはなりますよね。そうそうそう。まあな、氷にはなるけども、そう。そらもう形が、そうなの。巨大な一個になるような。巨大な塊になるよな。そこまで頭働かんくて。働そこまで頭働かんはアホすぎるって。いや、ほんで。当たり前やん。いや、それよりも、なんやろ、これを氷に、とりあえずしやな。まず氷に。まず氷にしやな。ね、奥さんに怒られちゃうってなっちゃって。うん。で、ちょっと時間経ってから奥さんが、なるなる。そらなるよ。行数の氷、そんな大きなったんやってなりますよね。なんで何うち業務なんかやってたっけ業務か、なんか、なんかアイス屋とかなんかオープンしたっけとか。形変えたんかなって言われて。
ああそうなんかな、そうなんかなじゃないやん言いながら、で誰が買うねそんな巨大な氷、ちっちゃいブロックで分かれてんねん氷は、そうそうそう、んで橋でキカカカカ、橋ですか、橋で僕がもう僕任しといて、はあ、これはもうなんかね分からんけど、もう仕方ないから言って、あの橋でカリ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 、橋勝ちました、いや勝てないです。全然勝てない。だからもう、全部アホやん。行動から対処法から、うん、なあ、フォロースルーも間違えてんねん。そうそうそう。ほんで、あれさ、あの、冷凍庫の中でガンガンってやっても、まあ割れないでしょ。氷、はいはい、そらそうです。そらな、あの、硬い。プラスチックやから、うんうん、あっこがもう外れそうに。そうそう、アップだ、うん、なるから。潰してしまうわ。そう。ちゃんとまな板の上で、うん、そうそうそう。ちゃんと、あの、硬いもので、はい、そうそうそう。アイスティックがあれば、それでやるけど、うんうん、そうそう。ちゃんとこう刻むに割っていかんと。うん、そうそう。もうだから、もうこれは、もう僕おごるから買うわって。氷、もう一個。おごるから。おごるから。おごるから。全部間違えてる。全部間違えてる。本当に、だから、すいません、奥様。あれは僕のせいです。はい、奥さんはもうほんまに今、ああいう形で売ってる。信じてくれてるんです。業務用、こんな感じなんやな、はい、今。なブロックででかく売ってんねや。でかく売ってる。家で自分らで割らなあかんねや。うん、うん、うん、うん。それでやり過ごしてて、やり過ごしてて本当に。で氷おごるから許して、許して。そう、なんだ奥さんに氷おごるからって、なんだそんなフレーズあんま聞いたことないんだけど。あのおごるって言ったら許されるからと。なんかこう嬉しいじゃないですか。ごちそうしてもらうっていうの。僕のお小遣いからということですね。家の金やったのが。そうですそうですそうです。僕の小遣いからおごるから。もういいやいいやって言って。めっちゃバカや、ね、めっちゃやっちゃ、すごい初めて聞いた氷頼まれて粋に買うやつ。いや本当に、いやもう、いやまず買ってはって買わなが優先しちゃって、はいはい、もうぼーっとしてたんすよ、うん、ほんまに。初めてのお使いのあの幼児でもやらないですよね。そんな会議ですよ、ね、そんな言わんでくださいよ。以下です。42のおじさんの買い物。42のおじさんの買い物は、5歳児の初めてのお使いよりも、ポンコツすぎて、初めてのカメラマンも、カメラ置いて手伝ってくんねもう。まあ、仕方ない。もう手伝うわ、吉坂さんって。そうそう。ね、店員も言ってくれたのにね、はい、僕、この後用事ないのとかって言ってくれたよ、本当に。いや、それもね、吉坂君、吉坂君大丈夫行きじゃないの行きじゃない帰りに買った方がいいんじゃないの後でまたおいでって、なんて店員さんも言ってくれたらええのにな。ほんま言うてなんで店員さん言うてくれんかって、ほんまに。マジで。本当に。ほんまに。すいません、本当に。頼むわ。それはバカすぎた。うん、本当にやってしまいました。失礼しました。じゃあ読ませていただきます。はい、ラジオネーム、藤尾藤子さんです。うちの夫の話です。お風呂で頭や体を洗うときに、浴槽のお湯を洗面器でかけて使っているのですが、うん、そのお湯をかける勢いが凄まじく、うん、めちゃくちゃ水の音がうるさいんです。あの、おっちゃん特有のあるんすよ。バッシャバッシャ。わかるよ。勢いよく行きたいもん。あの、銭湯でも。銭湯って、うん、めっちゃうるさいよな、うるさい。バッシャバッシャの。男湯めっちゃうるさいね。うるさいね。バッシャー、あはんか、カーペーが。ええ、タンクカーペーバシャーシャーペチ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 ま、マジでガラス割ったんかぐらいの音しますよね、おっちゃん。あれ、絶対痛いし。はい。めちゃくちゃ。絶対痛いし。あの、ほんまに、もうなんかもう山奥で一人でおんのかっていうぐらい、恥じらいもなく、あの、股間とか洗い始めて。そうそうそう。あの、はい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 。たまに多少なりともさ、うん。多少なりともまだ他人が見てたら恥じらいがあって、はい、なんかもうあんま見えないのにこっそりパッと洗ったり、ささって洗うやんか。そうそうそう。おっさってなんであんな立ち上がって、うん、ねえ。もう目の前で。目の前で。そう。また開いて。僕4人、なんか横、一列で股間を洗ってる見たことあって。右見たら頭4体ずわーって。そうや4人、同じ股間洗ってはるって立ち上がってた。立ち上がって、こっち座ってたらちょうど顔のところに。そうそうそう。そうそうあれで別に言うとこあれ畳んでも洗えるから洗える洗える、うん、なんで立ち上がるのあれで立ってそのままバッシャーでもういやそんで洗ったのが隣にちょっと飛び散ってうわ汚いって言って汚いってなるんですよね座っても洗えるから、うん、そうそうなんで立ち上がるのあれ一回一回がうるさいんです、はい、ね
修行でもしてるってぐらいにバッシャンと行くのでそうなんです、おじさんってそうなんですよ、はい、私が先に寝ていてもすごく音が気になるし、マンションの下の階の住人からクレームを言われたから、それはかっこいい、それはなかなかやわ、それは改善しよう、はい、お願いお願いだからシャワーを使ってと頼んでも、お湯がもったいないというし、ああなるほどね、溜めたお湯で、だからシャワーで本当は洗い流したいけども、はいはい、節約のために湯船の湯で洗ってくれてんねや、はいはい、だから節約やな、そこはな、ちゃいますよ、あれ桶一杯分ってかなりシャワーではかなりの時間ですよ、あれ、あ、そうか、だから絶対もったいないんですって、じゃあシャワーの方が得なの、絶対得です、得です、じゃあちょっとアホでもあるってことですよね、旦那さんは、です、です、まあでも最初から溜めてる湯船やったら、まあまあそうかそうか、それやったら後で浸かる予定の湯船とかやったら、それやったらもう仕方がない、それはもう仕方ないね、満タンで溢れるぐらいやったらいいですけど、まあそうですね、ちょうどの時やったらおかしいですよね、はい、でお湯を最後まで使い切りたいから、自分が一番最後にお風呂に入るとの一点張りです、はい、はい、何度言っても聞きません、怒られた日は少し静かになるのですが、結局忘れて毎日バシャンです。吉高さんどうしたらいいでしょうか。でもね、これ僕、はいはい、一番最後に入りたいんやんね、うん、言うてる、もう奥さんがこれやってるって聞いて、うわめっちゃ楽しいと思って僕もやってるけど、一番最後に入るときは、シャンプーやって、体洗って、もうそのまんま湯船ダイビング、それ唯一できるもんね、それが唯一できるから、めっちゃ気持ちいいんですよ、はいはいはい、バッシャーって入ってそのままぬくもって、はいはい、で上がるときにちゃんとシャワーでゆっくりちゃんとバッシャーって、みたいな感じにやってると、それやったことない、めっちゃ気持ちいいで、なんか別に悪いことじゃないけど悪いことしてる気分な感じ で、 あ、 そ、 うですね、あ、そのままバッシャーってダイビングできんねん、でもそのバッシャーの音も、あ、だからゆっくり入ってよ、めっちゃうるい、もっとうるさいで、なんでなん、だってその旦那さん丸ごとバッシャー入るねんか ら、 だからそこはゆっくり入って、余計下の階の住人からクレーム来るよ、バッシャーってそういう意味ですか、バッシャーってそういうことじゃない、ゆっくりは入るよ、ゆっくりね、あ、なるほど、そう一回それ提案してみたら、そうですね、今日はじゃあちょっと瀬戸くんの、あのちょっと答えでいきましょう、ただね、その、泡とかがいっぱい立つから、あの洗うときちょっとだけ面倒になるっていうリスクはあります、ね、ラストの人はそれちゃんと責任持てやるんですね、そうです、だから旦那さんもそこ協力してなんか、毎回奥さんに洗うの任せっきりやったら、奥さんはその使い方やめてっていう気持ちもわかるし、そこはまあ話し合っていただいてですけど、そういう方法もあるという、ね、自分が一番最後にお風呂入りたいって言うから、そこはちょっと守っていただいて、はい、で、一度その、ね、試してみて、湯船ごとは初めて解決しました、はい、素晴らしいです、これでいきましょう、はい、ということで皆さんの家庭内でのごたごた夫婦のいざこざをお送りください、以上うちのあれこれ聞いてーなーでした。
して今夜眠るまで私を抱きしめて、いつもわがままを許してくれた場所まで戻りたい。吉高のリクエスト曲で高橋真理子さんでごめんねでした。伝統と味にかけたのれん一筋102回、102回亀井有志の老舗お池せんべいの亀屋義長、京湯場の千丸屋、くず切りの祇園鍵前義房で昔変わらぬ今日の味わいをどうぞ。この時間はラジオカーの時間です。マーブルラジオカーリポーターの西村愛さんを呼んでみましょう。西村さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。この時間は中京区にあります京都市役所本庁舎にお邪魔しています。はい、今日は本当にいいお天気で、ね、青空が広がる中テクテク歩いてきたんですけども、うん、やっぱりこの京都の街歩きをするには最高の季節がやってきたなと思いますね。はい、うんうん、そんな中でですね、今回西陣活性化プロジェクト実行委員会主催、京都市が共催している楽しいイベントがあるということなんですね。はい、でこちらのイベントについて京都市総合企画局プロジェクト推進室の川北直和さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。早速なんですが川北さん、今回西陣活性化プロジェクト実行委員会が主催して京都市が共催している西陣エリアの街イベントが開催中ということで、どんなイベントなんでしょうか、ご紹介いただけますか。はい、まずですね、イベント名が、第2回テクテク西陣、デジタルスタンプラリーフォトコンテストというものになっています。テクテク西陣、テクテクがひらがなで書いてる今フライヤーがあるんですけども、
なんか可愛らしいネーミングで楽しそうなイベントですね。そうですね。はい。テクテクで歩いていただくイメージなんですけど、ちょっと範囲広いんで、全然自転車とか使っていただいても問題はないので。はい。そうですね。で、中身としてはですね、はい、エリア、西陣エリアの中にあるですね、神社、あとお寺を巡っていただくデジタルスタンプラリー、あとそこのお写真を撮っていただくフォトコンテスト、その2つを合わせたイベントということになっています。またこのみんなでね、巡っていくっていうのがすごく楽しそうやし、お子さんも参加できたりするんですか？そうですね。今回はですね、ちょっと連動企画として、はい、お子様にも参加していただけるような、クイズラリーというものも同時開催をしてまして、はい、ぜひぜひ、親子で、神社、お寺、巡っていただきたいなというふうに思っております。はい、お住まいの方も、また他のね、エリアから来られてる皆さんも新たな魅力をたくさん発見できそうですね。デジタルスタンプラリーについて、まずは聞いていこうと思うんですけども、どういうふうに参加したらいいんでしょうか？はい、それぞれのですね、スタンプポイントになっています、神社、お寺の方に、二次元コードを設置をさせていただいてます。で、専用のですね、システムの方にアクセスをしていただきますと、スタンプポイントの神社、お寺であったり、あとはスタンプが設置してある場所っていうのが、それでわかるようになっていますので、それを見ていただいて、ご自身の、お好みの場所をですね、テクテクなのか、こぎこぎなのか、バスに乗ってなのか、わからないそうですね。はい。ぜひ、巡っていただきたいという、そんな内容になっております。で、スタンプをですね、集めていただきますと、ちょっと集めていただいたスタンプの、数と、種類によってですね、素敵な西陣の、商品を、プレゼントさせていただく、そんな内容になっております。気になりますね。よかったら商品もご紹介お願いします。はい。栄翔といたしまして、上七県にあります、京料理、鳥品さんという京料理のお店なんですけども、こちらのペアのお食事券であったり、あとは B 賞は、西陣エリア、今、クラフトビールが結構盛り上がってまして、そのクラフトビールの、セットであったり。はい。飲み比べができるんですか？できますね。3社のクラフトビールが詰め合わせになったものをちょっとプレゼントさせていただく予定にしております。はい。師匠はですね、このエリアの中でも多い和菓子店、なるみもち本店さんっていう老舗の和菓子店さんなんですけども、こちらの和菓子のセットをプレゼントさせていただく、そんな内容になっております。この商品の紹介を聞いただけでも、改めてこの西陣のエリアって美味しいものがたくさんありますね。そうですね。本当に、歴史文化たくさんあるところなんですけども、そこに、新しい美味しいものであったり、今ご紹介させていただいたクラフトビールであったり、はたまた最近はなんかクラフトジンとかのお店もできてたりとか、はい、いろんなものが新しくできて、いろんなものがこう融合している、楽しい街になっております。はい。さっきのね、スタンプラリーでいろんなお寺とか神社を巡るって話があったんですけど、どんな神社、お寺なんでしょうか？そうですね。例えばですけども、神社で行きますと、北野天満宮さんであったりとか、お寺さんで行きますと、その近くで行ったら、千本釈迦堂さんであったりとか、あとは、安倍の生命さんで言うような生命神社さんであったり、そうですね。あとは、聖国寺さんであったりとか、はい。ちょっとエリア内、だいたい20箇所、スタンプポイントに設定をさせていただいて、はい。今回の企画っていうのを実施させていただいております。はい。くるっと巡るだけでも、本当にいろんな京都の名所を回ることもできて、で、さらにスタンプを集めて、美味しいね。この西陣エリアのグルメも楽しめるということですね。さあ、そんな、商品も魅力的なデジタルスタンプラリー紹介していただきましたけど、もう一つ楽しみなのがフォトコンテストもあるということで、こちらもご紹介お願いします。はい、フォトコンテストはですね、このデジタルスタンプラリーの、スタンプポイントになっている、神社、お寺、そこのお写真を対象にコンテストを実施させていただきます。はい、期間中にですね、撮影いただいた写真を、インスタグラムの方で投稿していただいて、そちらを、写真家の先生の方に審査をいただいてですね、賞を、決定させていただくという内容になっております。で、今回からですね、より気軽に応募いただけるようにということで、スマホ部門というのも作らせていただいてまして、最優秀賞につきましては、
スマホ部門と、まあ、それ以外のカメラ部門、それぞれ、3万円分のギフト券っていうのが、最優秀賞の方には、まあ、プレゼントさせていただくという、まあ、そんな企画になっております。はい、じゃあ、こう、普段私たちが日常生活でよく写真撮って、インスタグラムにアップしたりとかしてますけど、そんな感じで気軽に応募できる。そうですね。本当に、気軽に、なんて言うんでしょう。こう、自分なりの、この魅力がここやみたいなのを、ちょっと考えて撮っていただいたお写真をぜひ応募いただきたいですし、まあ、そういったものが、やっぱり新しい地域の魅力の発見なんかにもつながってくると思いますので、ぜひ、こう、ご自身の視点で切り取っていただいた一枚っていうのを、たくさんご応募いただけると嬉しいなというふうに思っております。はい。じゃあもう、プロも、アマチュアでも、全然それは問わずということで、年齢制限とかあるんですか？そうですね。まあ、年齢制限も特にございませんが、ただ未成年の方については一応保護者の同意が必要ということを明記をさせていただいております。ではこちらの申し込み方法とかですね、あと応募要項なんかにつきましても、ホームページとかの方に対応させていただいてますので、ちょっとご応募いただく前には一度ご確認をいただければと、はい、思っております。はい。ありがとうございます。河北さんのおすすめの西陣スポット、まあ、いっぱいあると思いますけど、よかったら一つピックアップしてもらえますか？はい、はい、ちょっとまあスポットも本当にたくさんいろいろあってご紹介したいのもあるんですけども、ちょっと今回ご紹介させていただきたいっていうのが、先ほどクラフトビールのお話をちょっとさせていただいたんですけども、実はまあエリア内3カ所のブルワリーさんと、あと一つの酒屋さんが一緒になりましてですね、西陣クラフトビアタウンという、クラフトビールで地域を盛り上げようという取り組みを、まあ、先週12日の土曜日からスタートされています。こちらはですね、デジタルではなく、まあ、その場で判子をしていただくスタンプラリー形式のイベントで、各ブルワリーなんかを巡っていただけるものになってましてですね、お得にビールを飲んでいただくことができますので、ぜひこうテクテクに肘にやりながらビールも飲みながら2つともスタンプラリー貯めてお得に楽しくエリアを巡ってもらえるとすごく嬉しいなというふうに思っております。はい、ますますハッピーじゃないですか？そうですね。ぜひぜひ本当にいろんな企画が、はい、この秋も実施をさせていただいていますし、はい、たくさんの方に来ていただきたいですし、あとはまたやっぱり地域の方にもそういったお寺、神社であったり、例えばこう新しいクラフトビールであったり、いろんな魅力があるんだよっていうところを知っていただく機会にもなったらいいなというふうに思っております。はい、今日ご紹介しました第2回テクテク西陣デジタルスタンプラリーフォトコンテスト、詳しくはテクテク西陣のホームページをご覧ください。12月8日日曜日まで開催中です。先ほどのフォトコンテストについてね、西陣活性化プロジェクト実行委員会のインスタグラムでも発信をされていますし、番組のホームページ、ブログ、インスタアカウントでもこの後またリンクを貼らせていただきます。そして電話で問い合わせをしたいという方は、京都市総合企画局プロジェクト推進室電話 075-222-3992 075-222-3992 までお問い合わせください。スタジオの瀬戸さん、吉高さん、佐竹さん、はい、今週末ですね、もう一つおすすめイベントがあるそうです。そうですか。でもいろいろありすぎてわからなくなってくるかもしれないんですけども、はい、実はエンジョイコーヒータイムっていう、まあ、コーヒーイベント、うん、人気のコーヒーショップが集まっていただくイベントを、今週末開催させていただく予定にしております。うんうん、でそちらの方でも先ほどご紹介したデジタルスタンプラリーのスタンプをですね、ちょっと臨時で取っていただけるスポットにも設定させていただきますので、うん、今週末はコーヒーを見ながらぜひエリアを散策していただく、まあ、そんな週末を過ごしていただければなというふうに思っております。うん、コーヒーイベントは10月19日土曜日、あさってですね。場所も教えてもらえますか？はい、場所がですね、通りで行きますと、知恵公園の、下田中里通りを少し西に入ったところにあります、山中油店さん、こちらの駐車場の方で、山中油店さんの、まあ、開催されているマルシェと、まあ、同時開催ということで実施をさせていただきます。コーヒーもビールも街歩きも本当に楽しいね、秋のイベントになっております。皆さんぜひお楽しみください。今日は
京都市役所本庁舎からお届けしました。お話は京都市総合企画局プロジェクト推進室の川北直和さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ラジオカーリポートでした。今日の旬の味をそば料理とともにお届けするゴン太郎、一期一会の心配りで四季折々の美味しさをおもてなし。あなたのゴン太郎。オニキスならワンランク上の新車に乗れるって知ってる？新車が半額オニキス。オニキスは参加設定ローンのバイオニア、国産メーカー全部から選べちゃう。新車はオニキス、半額で乗るなら新車はオニキス。まずはオニキスで検索だな。東急カルチャーウォーク2024参加者募集。今年は10月26日土曜日に開催。コースは地下鉄東西線第5駅前をスタートし、小野の小町ゆかりの随心院、豊臣秀吉が愛した醍醐寺など小野、醍醐、日野エリアを巡る歴史と自然あふれるコースを歩きます。参加は無料。応募は KBS 京都ホームページ応募フォームからお申し込みいただくか、はがきに代表者のお名前、ご住所、電話番号、参加人数を書いて、郵便番号 602-8588 KBS 京都東急カルチャーウォーク係までお送りください。応募締め切りは10月20日まで。たくさんの応募お待ちしています。KBS 京都交通情報です。この時間は京都の情報をお伝えします。日本道路交通情報センター京都の今井春恵さんです。お願いします。はい、お伝えします。高速道路などの状況です。名神高速は名古屋方面に向かう上り線が左ルートの大山崎で1キロ、京都東インター付近で2キロの渋滞。反対の下り線は高槻ジャンクション付近で1キロ半渋滞しています。新名神高速は神戸方面に向かう下り線の高槻インター付近で工事のため走行車線が規制されていて2キロの渋滞です。第二京阪道路が工事のため渋滞しています。第二京阪道路は鴨川東方面に向かう上り線の枚方学系インター付近で工事のため一番左側の車線が規制されていて1キロ半渋滞しています。京都市内の一般道路の渋滞状況です。東大路通りは南行きが東山五条で600メートルの渋滞です。以上、京都センターからお伝えしました。ありがとうございました。次の交通情報は1時前にお伝えします。 AM1143 FM949 KBS 京都ラジオ。ハピネスクラブラジオショッピングのお時間です。ハピネスクラブ担当は大和田さん、お願いします。はい、佐藤さん、佐藤さん、こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。さあ、今日ですね。はい。ウインナーを持ってきました。ウインナー。嬉しい。大好き。美味しいですよね。はい。で、もちろんですね、ただのウインナーじゃないですよ。はい。ハム、ウインナー、日本伝来の地と言われている、うん、ここ九州の長崎県から伝統熟成オランダ坂粗挽きウインナーをご紹介いたします。粗挽きウインナー、はい、これスタジオにも届いてるんですけど、うん、太さもあっていいですね。美味しそうですね。そうなんです。でまず、はい、この皮のですねパリッとした食感がすごいので、ちょっといただいていいですか、うん、瀬戸さん いいですか。ありがとうございます。いただきます、はい、お願いいたします。うん、うわ、あ、音がいい。もう、いい音、ありがとうございます。歯応え最高。美味しい。うん。いや、さんもどうぞ。はい。いただきました。粗挽きでね、はい。うん。お肉食べてるっていう感じで美味しいですよね。この肉っていう感じ。うん、ね。この粗挽きのこのね、ブリンブリンっていうこの食感が美味しいんですよね。もう皮の中にこのお肉がパンパンに詰まった。粗挽きのウインナーソーセージでございます。うん、この伝統熟成粗挽きウインナーを作ったのが、長崎県の老舗肉鮮っていうお店なんですけど、はい、このお店がですね、これまたすごいお店で、うん、あのウインナーってあの鎖国の時代にあの長崎県の出島から入ってきたんですけど、うん、日本で最初に作られた
ソーセージ工房の出身者が独立して立ち上げたのがこの肉仙っていうお店なんですよ。それすごいですね。鎖国ってだって言ったら江戸時代からってことですもんね。江戸時代からもずっと続いてるってことかなり歴史があるんですね。じゃあそうなんです、そうなんです。もう昔ながらのこの伝統の技法を守りながらその時代にこう愛される味へとこう進化してきたのがこの肉仙のウインナーとなじわりなんですね。でこの一番このウインナー食べてほしい理由が、はい、九州産の豚肉だけを使ってるんですよ。うん、まあ、ウインナーってねこう外国産のこう肉とかも多いですけど、はい、九州産だけにこだわって仕上げております、うん、で実際にあの肉仙の工場長代理の方にもですねお話聞いてきたんですけども、うん、お肉の量をできる限り多くして、はい、肉肉しいウインナーに仕上げていますっていうことです。そういうことか、うん、だからや、うんうんうん、本当にパンパンで肉肉しい、うん、確かに肉肉しいですよ、はい、破裂しそうですもんね。じゅわっともうエキスがねぶわっと溢れるもう旨味爆弾です、うんうん、だから一本でも結構あの満足感ありますよね、うんうん、はい、ありがとうございます、うん、でさらに仕込みのお水もですねあの雲仙の湧き水を使っていまして、はい、でお塩はあの五島列島から取り寄せているっていうもう本当九州はもちろんですけど本当長崎県にももうとことんこだわって作っています。でこの肉肉しさはもちろんなんですけど、はい、また香りがねすっすごい上品な香りなんですよ。そう、こうね、こう鼻から抜ける香りがね、うん、またこの上品で美味しいんですよね。はい、これも山桜のチップでスモークしているそうですよ。はい、またこのね、香りも合わせてこうビールがね、欲しくなってくるんですよね。どうぞ。であのクール冷凍便であのお届けしますので、まあ、のお家であの焼くのはもちろんなんですけど、はい、あのボイルしても美味しいですね。はい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 、本当にいろんな使い方でこれ楽しんでいただきたいと思います、うんうん、いや確かにこれボイル美味しそうですよね、うん、皮がねパンパンになってめちゃくちゃ美味しいです、ね、でそこにケチャップとかねあ粒マスタードつけてもね、うん、美味しいんでしょうね。最高、ね、あとあのキャンプのねバーベキューにウインナーがあったら奥さんも喜ぶでしょうね。お子さん本当ウインナー大好きですからね、はい、本当にバーベキューでねウインナーあったら本当ね取り合いこうになると思いますし、はい、あとチャーハンの具材にウインナー入れてもね、はいはい、美味しいと思います。あとカレーとかシチューにね、うん、入れてもこうお出汁が出て美味しくなりますので、うんうん、もういつものお料理がね本当に一気にこうグレードアップしますので、うん、ぜひぜひこれ普段使いしていただきたいと思います。本当そう、うん、朝ごはん弁当とか弁当にウインナー入っててもテンションめちゃくちゃ上がりますし、ね、あの電子レンジで温めるだけでもね本当に簡単にあの作れるので本当におっしゃる通り、うん、あの朝ごはんあのお昼のねお弁当もの準備にもこれすごくいいと思います、うん、はい、これウインナーってねこういろんな料理使えるし、はい、便利だしこれ常備しておいたらこう本当に重宝しますよね。本当にあると便利ですし、しかもね、うん、この美味しさですから、うん、本当にね、テンション上がりますので、うん、ぜひぜひこれも普段使いしていただけるように、うん、これ、ボリュームもたっぷりにしてきました。はい。九州産豚肉 100% 伝統熟成粗挽きウインナーは、税込み3980円です。うん。1パックにたっぷり 1kg、うん。ウインナーの本数が、50本前後でお届けいたします。50本、はい、すごいボリュームですね、うん、はい、それで3980円、これはお買い得ですよね。ありがとうございます。ただ、うん、本当にいくらあっても助かるのがウインナーソーセージですから、はい、この同じ1キロパックをなんと今回もう1パック追加いたしまして、うん、合計2キロ、うん、ウインナー最大100本前後で変わらず3980円なんです。うん、倍になって100本、うん、めちゃくちゃ安くなってますよねこれ。そうなんですよ、本当に、まあ、最近ねスーパーでもウインナー結構値上がりしていますけども、うん、ね、本当にもうこれ100本前後で3980円、これかなり ね、お買い得になっていると思いますので、うん、ぜひぜひご賞味いただきたいんですが、うん、さらにおまけもございますよ。同じく肉仙が作ったボロニアソーセージ、うん、これもおまけでお付けしてお届けいたします。写真で見てます。はい、いやこれ写真で見てるんですけど、これはぶっといですね。びっ
くりするぐらいの太さ、え、ウインナーっていう感じの、ね、太さなんですけども、ね、これも同じくあの九州産豚肉 100% で、これ太さがなんと 5.5 センチ、うん、で長さもあの 16.5 センチあるっていう、もう見た目は本当にほぼハムっていう感じですね。この極太ボロニアソーセージも今回おまけでお付けさせていただいております。めちゃくちゃ贅沢、これだってステーキみたいに例えば切って、はい、鉄板でジュージュー焼いたらめちゃくちゃ美味しそうですもんね。そう、もうぜひね厚切りにしてね、ジュージュー焼いて、でこちらのワインのおつまみにねいいかなと思いますね。あとこう目玉焼きとねこう一緒にこう朝ごはんにしてもね美味しいので、はい、ぜひねこのボロニアソーセージも合わせてご賞味ください。で、賞味券もあの、冷凍で1年持ちますので、うん、ぜひぜひあの、毎日のあの、食卓、食費のね、節約のためにも、ぜひこちら、まとめ買いの方もご検討ください。それでは、別途頂戴します。さあ、お申し込みお問い合わせは、0120-333-200 番までお電話お待ちしております。また、ハピネスクラブのウェブサイトからは、さらに300円お安くなりますよ。クーポンコード1143と入れてください。なお、食品付き、こちらのご返品をね、ご了承ください。それでは、おさらいです。九州産の豚肉 100%、長崎県の肉鮮が作った伝統粗挽きウインナーが、1kg を2パック、合計100本前後で、税込み3980円です。おまけで太さ 5.5 センチのボロニアソーセージもついてきますよ。お申し込みは 0120-333-200 0120-333-200 番まで。大和田さん、ありがとうございました。はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。ハピネスクラブラジオショッピングでした。マーブル木曜日、スマイル瀬戸と、ウーイエイ吉坂と、沢崎隆之が KBS 京都からお送りしています。諦めろバロやから、あんたらなんかじゃ束なってもかなわん、クワバラクワバラクワバラ、何も止まらん速さ、くたばらん黙らん、下がらん押し通すも構わん、そこどけにゃ邪魔だ、俺はもう一人のあなた、サラちゃんカイアちゃんワンサカ嫁の国ワンダラ、ごきとんちになんだが4時44分もあったら、4尺4寸4分さながカビラジャパンガラ、呼ぶ声がしたんならもう一人お疲れ様や、入れた意志で吐いてた先で切り分かれた、猫とボコがうまく噛み合ったら、痛みが重なったら、心からだ頭みなぎってゆく、なんだか背中に今腹が生えたな、今日も才能変わらど真ん中積み上げてくトップトップ、鬼とチャンバラードリリカのチェスまさか、渡る大海原花ぶたすぎシャララ払いたいのならマスターまでのサンサバ、誰が開いたかパンドラ、あとは誰がっても知らんがら、何百年待ったか超久しぶりのシャバだ、ガキや若葉まだこちくんじゃねえよバカが、今確かに目が合ったな、こういうことかシャマラ、入れた眠り飽きた先で君が待ってた、盾と矛が肩を抱き合ったら、怒りが消え去ったら、心からだ頭みなぎってゆく、なんだか背中に今晴れが生えたならば、暗闇からさらば、飛び立ってゆく体、心からだ頭懐かしやった
10月4日配信リリースされましたクリーピーナッツ音のけでした。さあ、それではメッセージの方も紹介していきましょう。はい、ラジオネーム、あーこママさんからいただきました。はい、瀬戸さん、吉高さん、沢竹さん、スタッフの皆様、いつも楽しい放送ありがとうございます。はい、初めてメッセージさせていただきます。ありがとうございます。先日、万博記念公演でのイベントを見ました。はい、入園後に芸人さんが来るというのをたまたま知って、暑い中で小さい子を連れていましたので、時間まで待てるか心配でしたが、うん、無事に見ることができました。はい、私は現在30代後半の主婦で、うん、スマイルさんが結成当時は高校生でした。そうか、もうそうなんのか、ね、その頃からずっとテレビで見ていましたが、うん、今回生でネタを見ることができてとっても嬉しかったです、うん、ありがとうございます。あの過酷なスマイル工務店の撮影の合間にネタをしに来てくださったと知ってとても驚いたのと同時に、うん、お二人の体調もとても心配になりました、はい、そうなんですよね、うん、だからこれあのスマイル工務店の撮影の合間って言ったところが一番受けてたもんね。そうね、漫才よりショックが一番受けた。ええと、ね、その日一番受けました。それ受けたんじゃない。ええー、でしょ。そうですね。言いながら笑われてました。姫も混ざってましたけど。はい、そうなんです。でネタと、縄跳び終わりにまた作業に戻られたとのことで、あの日は暑くて余計に大変だったと思います。そうなんです。暑かったんですよ、はい、なのに。こちらは無料で。ビスケットブラザーズさん、藤崎マーケットさん、はい、ミルクボーイさん、スマイルさんという超豪華なステージを見させてもらっているのに、ちょっと申し訳ない気持ちになりました。とんでもないです。本当にお疲れ様でした。おかげさまで大満足の一日でした。ありがとうございます。テレビの放送も楽しみにしています。はい、お仕事柄健康に気を使うのは大変かと思いますが、どうかご自愛いただき、これからも変わらぬ、元気で私たちに笑いを届けてくださることを願っています。ずっとずっと、大阪の関西のお笑い世界を支えてくれているスマイルさん、これからも応援しています。ダンディズムのコーナー大好きです。ありがとうございます。書いてたほんまに最後書いてるんですよ、ね、それがね失礼ですよ。あなたね、リスナーさんが一生懸命ね文字を書いてくれたことを疑うとか、うん、そんなやめてください。いやいや、僕は一語一句リスナーさんの魂だと思って読ませてもらってますので、はい、ありがとうございます。いや、リスナーさんを疑ってるじゃない、瀬戸を疑ってる。違うんです、リスナーさんが気持ちを込めて、はい、魂です、これ、メッセージ。魂、その魂を僕がね分かってるけど、うん、代わりに読ませていただいてる、それを本当ですかっていうのはすいません、本当に。申し訳ございません。いやいやいや。びっくりしますよ、そこを疑われる。ダンディズム好きですだけで選んだんちゃう、ほんまに。ねえ、その文章だけなんか分かれてるから。ここ早く読みたいから。ここ早く読みたいがためにね。ねえ、うん、だからそこの部分は、2行ぐらい開けて書いてあるから、目立つんですよね。ねそう、そうなんですよ、そうなんですよ。だからすぐ分かるんですよね。はい、これ読みたい、これ読みたいと思って待ってたん違うんだ。いや、嬉しいです。はいね、メッセージをまたいつでも送ってきてください。またイベントも見に来てください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、こちらラジオネームけぬきさんです。はい、おはようございます。おはようございます。スマイルのあいうえおを熱く楽しく聞いてた僕にとって、吉高さんと中地が再会したこと、うん、中地の名前が出たこと すごく嬉しかったです。おお、そうか、そうですよね。はい、今でも番組からもらった3人のステッカー冷蔵庫に貼ってますよ。嬉しい、嬉しい。でもそれゆえに吉高さんのその対応は寂しいわ。寂しいんですよ。違うんです、違うんです。本当そうなんですよ。そうですかって言って気づいたらね、背中見ててね、弁当持ってね、ロケ車入ってた。いやいや、だからちょっといろいろあって。僕はもうずっと僕喋ったけどな。考えてたんですよ、敬語かなとか。はい。わー、中地久しぶりってすぐに盛り上がってほしかったな。そう。そういうのって愛想というか、すぐに適宜心いい、いいやりとりできるよう自分を磨いてほしいなと期待してます。はい。その中地と3人でされてた番組の大喜利対決で、うん、僕も出させていただき、あ、そうなんや。素人の僕が勝利しました。やってたね。吉高と、はい、素人の方との大喜利対決をやってたんですよね。はいはい、はい、そうです。で、負けました。はい、素人さんに大負けしました。勝者からメッセージ来たんや。勝者から敗者へ。敗者へ。今、敗者が呼んでる。敗者が呼んでます。こんな屈辱ないですよ。はい、こんなん、ヨマさんと言ってください。京セラドームの試合前のイベントで、うん、MC されてたスマイルさんにいじられたことは僕にとって感慨深いもので、そんなもんとね、再会したような喜びでしたということです。はい、いや嬉しいね。昔からとかいろんなところで何かしらリスナーさんがどっかでお会いできているっていうのは嬉しいですね。嬉しいですね。そうだから、こういう、はい、こういう出会いも大事にしていきたいんですよ、やっぱり。はいはい、うん、本当に
それをだから無限に扱うみたいなね、はい、そういう感じにはそういう感じにはなってほしくないなとは思っているので大事にしたいと思いますよ、はい、いやもちろんこの方も覚えてますよもうケヌキさん、ね、勝利者はいはい敗者やもんなそれはそれはそれは敗者ですから。うん、てかもうほとんど敗者やったんやあなた。ほとんど勝ってなかった。そうやね。うん。吉高に大喜利で勝ったリスナーさんで溢れ返ってる。まあ、そうやね。どんどん増えていってたね。いやまあこれほんま別に吉高の答えとかじゃなくて、はいはい、吉高も送ってもらって匿名で、はい、どれが吉高の答えかわからないっていうので、はいはい、5個ぐらい選んで、はい、で読んで、うん、一番面白かったやつを選ぶっていうので。うんはい多分そういうコーナーやったよな。あ、そうそうです。そうです、はい。だから別に吉高をわざと負けさそうとか、はいはい、じゃないですか。ないですね。もう正々堂々と、はい。作品だけ分かってるという、ね。作品だけ分かってるっていう正々堂々の答えで負け続けてたっていう、はいはいはい。同じ土俵で完全に負けた。はい、はい。じゃあどの勝者か分かんないんですよね。どの勝者か。勝者がいるから確かに勝者多すぎてちょっと分かんないですよね。もう ほぼ勝者なんで。ほぼ勝者だらけやった。勝者だらけやから、どの勝者やろうって今ちょっと考えてます。はいでもまあこうやってまたまた見に来ていただいたりとかありますからね。はい。はい。というわけで、再開もね、また期待してお待ちいただきたいと思います。はい、ということで、今日は久しぶりの再開といったメッセージですね、うん、とか名前が出てこなかったどうやって対処しようみたいな、はい、そういったメッセージもお待ちしておりますので、はい、まだまだメッセージお待ちしております。京都 SDGs。いにしえより心と技を受け継ぐ町、京都から豊かな未来につながる持続のヒントを探してみよう。先人の知恵やもったいないの心、そして人や地球に優しい新たな取り組み。私たちの周りにあるたくさんの SDGs を集めて、伝えて、あなたの心に SDGs の種をまきます。人を冷えから守る、キル岩盤浴 BS ファインのカモ繊維は、京都 SDGs キャンペーンを応援しています。東山三条中華料理マルシン飯店がお送りする天気予報です。日本気象協会の小寺慶太さんです。小寺さん、はい、こんにちは。こんにちは。お願いします。はい、お伝えします。京都府と滋賀県、今日の午前中は広く晴れて日差しの下でぐんぐんと気温が上がっています。京都市内の現在の気温は 27.3 度、汗ばむくらいの気温です。この後もう少し気温が上がりそうで、京都市内は予想最高気温が29度、その他舞鶴が26度、滋賀県の大津が28度、彦根が27度くらいと、うん、今日も 10月の中旬としてはかなり気温が高くなりそうです。はい、天気もこの後日中いっぱいはおおむね晴れて、特に日向では暑く感じられそうです。うん、ただこの晴れの天気あまり長くは続きません。はい、今夜は次第に雲が増えて、明日は所々で雨や雷雨となりそうです。そして明後日土曜日は広範囲での雨となりそうです。うん、この雨の後は北からこの秋一番の冷たい空気が流れ込んできます。うん、日曜日は天気が回復して晴れ間が広がってきますが、うん、最高気温は20度を少し超えるくらいで、今日のような汗ばむ陽気ではなく、日曜日は爽やかな秋の陽気となってきそうです。うん、この時間のお天気は以上です。ありがとうございました。失礼します。日本気象協会の小寺慶太さんでした。天津飯はマルシン飯店、熟成豚肉餃子マルシン飯店、いつでも美味しい、yes! マルシン飯店、 Go! Go! 翌朝6時まで営業だ。天津飯はマルシン飯店、熟成豚肉餃子マルシン飯店、いつでも美味しい、yes! マルシン飯店、 Go! Go! 翌朝6時まで営業だ。吉坂さん、はい、朗報です。え、大谷選手がホームラン打ちました。あれ？ちゃちゃ、何でもなんか、うらなんか、なんか、嫌やな。お前だけの大谷さんみたいになってる。うわ、嬉しい。うお、イェイ、ウェイです、大谷さん。スリーランやった。うわ、そうだ。
超特大弾。超特大弾。7対0で点差を広げたって書いてる。うわ、すごい、すごい、すごい、ね、このまま。え、これ、なんかお前褒めてるみたいで嫌やな。うん、同じテンションで俺らも喜びたいねんけど。はいはい、いや、すごいよ、これ。え、だ今日勝ったら、はい、まだあと1勝いるんですか、ね、まだ2勝いますね。これで2勝1敗になるんでしょ。そうか、そうか。うん、ああ、3勝を。だからまだ、あと2回勝たなか、はい、4勝せないかんので。あ、そうか、そうか。はい、多分こう、今日はこのまま行くと、はい、勝つんじゃないかという点差にはなってきてるから。はい。うん。はい、まあ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 、まだ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 見れるっていうことやね。はい、ねおおって、なんか、じゃあその、ありがとうございます、テンションやめてくれ。ありがとうございます、本当に、はい。俺らも同じテンションで嬉しいんだけど、なんか、なんか知らんけど、この番組ではお前に言わなあかん感じになってるやんか、はいね。あとね、なんか僕気になるニュースで大谷さんのこの記事読ませてもらいましたけど、うんはいうん、その後に普通にその同じような大谷さんニュースも流れてましたもんね。うん、そうやね。今日の、はい今日のニュースとかでね、はいうん、ちゃんとしたアナウンサーさんがいろいろ放送してくれるやんか、うん。その時大谷選手の放送するやんか。ね、全く同じ内容でしたもんね。だから思ってはと思って、アナウンサーの方も。さっき。こいつさっき言ってるやん。はいはい、このニュース原稿読まなかのに。うん、なんでさっき言うねん。なんでさっき言うねん。でも新聞の方が古いですからね。新鮮味で届けたいのに。そうそうやめてくれよと思ってるアナウンサーさんもいらっしゃるかもしれないやいや、でもやっぱりもう先に聞きたいって方もいらっしゃるので、ね、この勢いで ね、まだまだ頑張っていただきましょう。勢い乗って12時間もなくでーす、はい。餃子1日200万個。餃子の王将が正午をお知らせします。スマイルのマーブル木曜日 AM1143FM949 スマイル瀬戸とウーイエイヨシャカと沢田博之が KBS 京都からお送りしています。みんな聞いたてや聞いたてや。週刊ダンディズム。ダンディズム。年を重ねるほどにいい男になりたい。このコーナーは僕たち3人がイケオジを目指してダンディズムとは何かを追求していきます、はい、ということで男性の方は自分のダンディーな行動や男の美学たしなみなど、女性の方は自分の周りのダンディーな人や理想像などダンディズムに関する情報をお寄せください、はい、ではナルシストな瀬戸編集長、今週のダンディーニュース、コーナーの枠が15分までということを感じつつ、はい、教えてください。そうです。どういうことですか。はい。いや、だから15分間は僕のコーナーで。いや、だからメールをたくさんございますから読んでくださいねっていうことで。だから15分は僕に預けていただいて結構ですっていうことでしょ。いや、まあまあそうなんですけど。だから僕の思うように喋らせていただきますので。違う違う、だからその紙の束どうするんやっちゅう話。そんなにそう思ってても。いや、それそうやで。どんどん増えてる。どんどん増えてる。どんどん増えて、もう本当に。ちゃんと紹介します。任してください。はい、今回は本当にね、素敵な、はい、本当素敵なことをしました。自分で言う本当に、あのね、牧原のりゆきさんの、はいはい、僕が一番欲しかったものっていう歌知ってます?あ、僕あの歌本当に好きで、何が好きって、はい、歌詞がめっちゃ大好きなんですよ。多分一番好きなんですよ、世の中の歌詞で。もう簡単に言うと、道歩いてると、なんか素敵なものを拾うんですよ。で、パッと横を見たら、なんかそれを欲しがってる人がいたので、僕はそれをあげるんですよ。じゃあ、その人は、すごい喜んでこっちを笑顔で迎えてくれたみたいな、はい、でまた歩いているとまた素敵なものを見つけるんですよ、はいはい、じゃあまた同時にそれを欲しがってるような人が横に現れるんです、はい、あ、この人欲しいんだなって言ってあげるんですよ、はい、でそれを何回か何回か繰り返し行うんですよ、はいはい、で結局僕は何も手に取ってないじゃないかと思って歩いてきた道のりを振り返ると、僕があげたものでたくさんの人が笑顔で幸せになっている。それを見た、この、なんていうの?心温まる気持ちが僕が一番欲しかったものだったんだっていうのを気づくっていう歌詞なんですよ。はい、めっちゃ良くない?うん、いや、めっちゃいいけどね、はい、なんか、のような。のような。だから説明がね、ちょっと拾ってあげてるから。はい、そうなんですよ。なんかちょっと、ね、のようなね。厳密に言えば、はい、勝手にあげたらダメなんですよ。そうでしょ、厳密に言えばね。いやいや、違う。落としてるって、財布やったら。いやいや、そういうことじゃない。そんな感じ、やめてください。財布を知らん人に。
渡しじゃあそういうことじゃない、そういうことやな、お金困ってた人が多いから見て、それは怒られますよ牧原紀之さんに。いや違う違う、あなたの説明がそうさせてる、じゃあ歌詞がそうなんです、素敵なものを拾うんですよ、はいはい、じゃあそれを欲しがって、だそれが素敵なものが何かというのはここは具体的には言わないです、ご想像にお任せ、ご想像にお任せ、それを言ってもらうと、とりあえず拾ったものをあげて、拾ったものをあげて、拾ったものをあげて、僕は何もないけど振り返ると、僕があげたものでみんなが喜んでいる、それを見た優しい気持ちになれた僕の気持ちが一番僕が欲しかったものだったんだっていう素敵な回収をするという歌詞がある、素敵です、はい、のような、うわ腹立つのようないらんな最後の語尾のような感じでお聞きください。うわこれね、まあまあ、ここまで登場人物はそこまで出てこないんですけど、牧原さんを振りにうわ一番悪いっすよね、さあ竹さん本当に昨日ね東京でお仕事あったじゃないですか、はいはい、で、まあ、新幹線に乗りました、はい、で僕はチケット持ってたら僕は A 席だったんですよ、はい、で、まあ、新幹線で A、B、C っていう3列があって、うん、はい、で、通路挟んで D、E じゃないですか。はい、で、A 席は窓側じゃないですか、うん。で、僕は窓側の A 席のチケットを持ってたんです。うん、で、そこの席、ああ、何号車のどこ何番の A 席だ、はい、座ろうと思ったら、うん、僕の席に外国のね、うん、ご夫婦が座られてたんですよ。A、B と、はい。で、多分その方々は、はい、B と C なんですよ。うん、あただ、A 席にはまだ誰も来てなかったということで、A かということで、ずれて窓側の A、B に座られてたんですよね、はい。で、A は僕の席だったんで、うん、僕がそこにいてチケットを見して、うん、ここ僕です、みたいな感じで伝えたら向こうが、はい、ああ、ソーリーソーリーって言って、うん、すぐに立って B と C に移動されたんですね。うんうん、で、僕がすいませんってそのまま A 席の窓側に座ったんですよ。うん、で、普通に出発して、まあ僕は普通にバーっといろいろ、なんか、動画とかいろいろ適当な作業しとったら、うん、はい、めちゃくちゃそのご夫婦が窓側を見るんですよ。あ、めっちゃ窓見るんですよ、はい、景色を見たいんか日本の、でめっちゃ窓見るなと思ってパッて見たら首からねカメラをぶら下げてはったんですね、うん、で、あ、そうなんやと、はい、旅行かなんかで日本に来て、うんうん、日本の何新幹線から見える車窓、うん、窓のから見える景色を写真で撮りたかったんだな、はい、だからどうしても窓側に座りたかったんだなっていうのをそこで僕は気づくわけです、うんうん、はい、この時、まあ、どうしますか、こうなった時って、はい、吉高さんだったらどうしますか、やっぱ寝たふりしますよね。なんで決めつけやねん。吉高さんはそうなんですよ。決めつけやん。うわ、やばいやばい。やばいやばい、カメラ撮ってる、やばい。ここの席撮りたがってる。後ろ後ろ寝たふり、寝たふり。いやいやいや。いや、いやんじゃなくて、いや、僕も。ガーって言うやん。いや、ガーいびきかいてますよっていうので、僕のいびきです。そんなわかりやすい。ガーガーって言う。言うてるやん、ガーって。吉高さんだって、証拠も捉えられてるから。もうええって、それも、チャーズモールのイベント。僕は、お子さん、子供に目線を合わせて写真をサインを書いてあげてました。はいはい、吉高さん後ろを映せる顔を見てください。玉ケツさんの横でね、はい、西日でもっていう、ね、あれ全員子供の方見てるのに何吉高さんだけ違う方向、みんな子供、田村さんも立ちながらやけども子供の方を見てます、はい、他の芸人さんも子供の方を見てます、吉高さんだけ見てください、西日で眩しいわという感じで早く終わらんかいやいやいや、僕書いてますよ、書いた後ですよ、ね、これはその吉高さんやったらやっぱり、いやいやいや、そのうわ寝たふりしようってなると思うんですよ。しないしない、でも僕本当になんかその時、うわこんなに窓側でカメラ撮りたかったんだっていうのがすごいなんか、はい、伝わったんですね。伝わったんで、はいはいはい、ほんまに変わりましたかって意味で、はい、チェンジプリーズ、うんうんうん、英語で英語でね、はい、チェンジプリーズ、チェンジプリーズやりますよっていう意味で、はいはい、チェンジプリーズって。もう言うよね、俺。知らんよ。じゃあ、言うよね、向こうがね、あ、no, no, 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 みたいな感じで、なんかめっちゃ笑うんですよ。なんで断んねん、はいはいはい。こっち優しく言うてんのに。で、しかも笑ってるやんと思って。はい、えってなって。チェンジプリーズが伝わってないやん。そうですね。そうやね。で、あれ、チェンジプリーズ伝わってないやん。もしかして違うのかと思ってね。はい、携帯で、
チェンジプリーズって調べたんですよ、はい、こっそりね、僕ね、うんうん、あまりにも笑われたから、なんやねんと思って、うん、じゃあ、チェンジプリーズって、うん、なんか、お釣りくださいって言うんだよ。めちゃくちゃアホやん、もう。チェンジプリーズって、お釣りくださいっていう意味だったんですよ。怖っ。でも、それ、で、俺ずっとそれ知らんから、チェンジプリーズ。カツアゲや、カツアゲ。カツアゲ。日本のやつがカツアゲしてるやん、怖っ。チェンジプリーズって言ったら、あ、ノーノーノーみたいな感じで、めっちゃ笑うから、こう、なんやねんって腹立って、調べたらチェンジプリーズ、うん、あ、お釣りくださいっていう意味は恥ずかしいってなって、何してんの、申し訳ないってなって、うんうんうん、ですぐにあのお釣りくだす、あ、じゃあの席変わりましょうか、はい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 、を調べたら、うん、シャルウィーチェンジシーツって出てきたんで、あ、まあもうそれを言わずに、うん、もうその画面を見して、うん、パッて見せたんです、はいはい、これしましょうか、はいはい、ほんな向こうが、あー、イエスイエスって感じで、はいはい、センキューって言ってめっちゃ握手してきて、これでやっと意味が伝わって、はい、じゃあさっきのチェンジもお釣りじゃなくて、うん、あ、そのチェンジ、そう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 、なんだかんだこの人なんか変なこと言うてきてるんじゃなくて、席変わりましょうかって言うと伝えようとしてくれてたんだっていうので、間違ったんだって気づいたんですよね、うん、そう、はい、でめっちゃ握手してくれてめっちゃ笑顔でセンキューって言って席を変わったんです、うん、A と B と、うん、で僕が C 席に座って、はい、ほんならそっから本当にね楽しそうに二人で窓の方見てカメラでカシャカシャ、はい、カシャカシャ撮って二人で見たりとかしてて、で僕はそのままねうとうとして寝てて、うん、で東京駅に着いて、はい、で向こうも東京駅で降りるんで、はい、軽く会釈をしたら向こうが本当にセンキューみたいな感じ、うん、センキューベリーマッチみたいな感じでもう一回ちゃんとご挨拶してきて、はい、撮った写真の一番多分良かったいい写真でしょうね、はい、パッて見せてくれたんです、はい、こんな写真あなたのおかげでこんな写真が撮れましたって、はい、その写真がもう本当にねなんか日本に住んでてよかったなと思えるぐらい、はい、綺麗な田んぼ一面バーッ広がってて、はい、奥に山が、うん、綺麗な山が連なっているっていう写真を僕にそんな最高の景色を見せてくれて、はい、うわいい景色やなって思っている僕の顔が、うんうん、カメラ越しに反射で映るんですよ、うん、あー映ってたよ、その最高の景色越しに反射で映ってる僕の顔が、はい、とても素敵でした。それダンディズムもうね、ねすっごい素敵、いや素敵素敵じゃなくて、ね、いい景色越しに映ってるね、うん、僕の反射した顔がね、うん、いいことした後の本当に素敵、外国人映っとるかなって、うん、言ってなかった、ね、いやいや違う違う景色撮りたいの、うわうわ映っとるかな、違う違う違う、だから見せてる景色よ、見せる景色、映ってる景色を見せてきてる、うん、くれてる景色に、うん、今見てる僕の顔が映ってるんですよ、ああ、はい、写真に映ってるんじゃなくてね、そうですそうです、 あなた映ってるじゃないかって文句言われてるわけじゃないです、言うわけじゃない、そんなわけないです、そういうことじゃないよね、そんなわけないです、こんな優しいことしてんのに見せてくださいって言って見せてくれた写真の画面越しに今映ってる、リアルな今映ってる僕が、はい、いい景色撮れてよかったですねっていういい笑顔してる僕の顔がとても素敵だったという、それを自分で言うこの気持ち悪さほんまですね、てかあれ途中までよかったのに、ねえ、ねえ、こんなにだから作り上げてると思わんかったな、作り上げてる想像やろ、だからほんまに。想像で。本当に。想像でこんな喋り出すわけないや。ほんまに？俺はどんだけ普通のことを喋ってるか。それが皆さんにとってはダンディズムになってか、僕の日常茶飯事です、これが。びっくりしてます。お釣りくださいだけはほんまですね。そうですね。お釣りくださいだけはほんまで、ね、あとは多分想像やと思う。チェンジプリーズって言って。チェンジプリーズだけは。笑われて。笑ってんねんってなって。腹立つわ、言ってそばで寝ちゃう。違うわ。ちゃんと席も変わって。ほんまに？素敵なことをしたんですよ。その時の景色も最高でした。あ、そう。はい。だから僕も感じました。あ、僕の一番求めてたものは、このいい景色、はい、そして僕のこのいいことしたんだという僕に映って反射した笑顔だったんだなというのが分かったというお話でございます。さあ、ということで残り3分でしょう。いや、もうほら。すいません。読ませていただきます。はい。ラジオネーム、論点ずれしうすしさんからいただきました。はい。牛丼屋さんで、牛カルビ丼を頼んだのですが、うん、研修中の外国の店員さんで、よく分かっていなかったのか、ネギ塩豚丼が運ばれてきました。全然違う。その店員さんも僕の顔を見て、注文を間違えたことに気づいたのか、うん、そーっとネギ塩豚丼を僕の目の前に置いてきました。
引くんじゃなくて、すいませんと思いながらも、一か八かで、そーっと置いてきたんですね。はいはい、で、僕は置かれたネギ塩豚丼を見て、急に豚丼が食べたくなったからちょうどよかったよ。Thank you very much と言いました。こんなダンディーが返しができるようになったのは、間違いなく瀬戸先生のおかげです。先生言われて。Thank you very much。のプロブレムということでございます。いやー、よかったです。こうやって、このコーナーをやったことによって、いろんな人が、なんか、笑顔が、なんか広がっていってるんだな、っていうのが。やばい信者できましたね。いや、嬉しいです。こういう対応していただいて。先払いで高い方が来たんだと思います。ね、違います。普通だったら怒ってたと思うんです。注文違うだろうって言ってたと思うんですけど、このコーナーをやってたことによって、そう、あ、これ、塩豚丼食べますよ、センキューベリーマッチと言えたということでございますよ。素晴らしいです。続きまして、エロガッパさんからいただきました。会社から、駅に向かって歩いていると、一方的に私のことを嫌っている女子社員が、前方から来るのが見えました。はい。はい。嫌やな、これ。嫌やな。顔を合わすと彼女が不愉快な思いになると考えたので、私はとっさにしゃがんで、靴紐を結び直すふりをして彼女が通り過ぎるのを待ったんです。自分のことを嫌っている相手にもこういう配慮ができる私の、この行動こそが真のダンディズムではないでしょうか。ちょっと違うけど、そもそもね、嫌われてる配慮やから。そうね、本当に嫌われてらっしゃるんですよ。3年前からこんなばっかり。あ、エロガッパさん。エロガッパさん。なんでエロガッパさん。そうなんですか。理由とか聞いたことあるんですか。理由とかはいろいろメールの内容からすると、だろうなって感じだろうなっていう内容。嫌われるだろうな。エロガッパさんにもちょっと。はいはい。あるんじゃないかと。だからもう秀逸のメッセージです、この方。ハゲ太郎という方とエロガッパっていう人はもう、素晴らしいです。そうなんや。じゃあこれも嘘偽りなく。偽りなく。本当にあったことなんですね。だからまあ嫌われたことはもう仕方がないと。そこまでの自分はもうもちろん反省してると思う。はいはい、そっからの乗り切り方ですよね。はい、だからその子が前から歩いてきたら、はい、相手に不愉快な思いをさせないということで、靴紐結んで、その子を通り過ぎるのを待ったっていう。配慮ですね。で、向こうからしたら、しゃがんで私の足とか、じろうと見てんちゃうかって思われるタイプの人です。うわ、そっちもそうってなってんねそうしても思われちゃう。最悪やめっちゃ嫌われてる。最悪やん。最悪やん。最悪やん。はい。だからおもろいんですよね、毎回。そうか。ラジオネームもエロガッパ言うとる。確かに。エロとカッパつけてあかんやん。ほんまやな。うん。自分で嫌われに行ってるやん。嫌われに行ってる。自分から嫌われに行ってるやん。僕、エロガッパですエロガッパです。そうか。まあ、配慮したというのは、まあ、多少なりともいいと思いますが、相手の配慮が欠けてたかもしれませんが。はい。ということでございます。はい。さあ、というわけで皆さんのダンディズムに関する情報をどしどしお送りください。以上、週刊ダンディズムでした。さっきとても素敵なものを拾って僕は喜んでいた。ふと気がついて横に目をやると誰かがいるのに気づいた。その人はさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だということがわかった。惜しいような気もしたけど僕はそれをあげることにした。きっとまたこの先さしていればもっと素敵なものが見つかるだろう。その人は何度もありがとうと嬉しそうに僕に笑ってくれた。
に目をやるとまた誰かがいるのに気づいた。その人もさっき僕が拾った素敵なものを今の僕以上に必要としている人だと スマイル瀬戸のリクエスト曲で牧原紀之さんの僕が一番欲しかったものでした。立憲民主党代表野田佳彦です。38年間駅頭でビラを配り皆様お一人お一人に直接政策を訴えてきました。裏金問題、利権政治、もう許せません。政権交代こそ最大の政治改革、立憲民主党にぜひお力をお貸しください。これめっちゃうめい。さあこのコーナーは僕たちがそれぞれ気になる一品を取り上げ皆さんのランチや3時のおやつとしてご提案していきます、はい、そして実際に試食してこれめっちゃうめいと思ったらボタンを押します。うめい。このうめいポイントの数で今あのボタン押しながらこいつ読むの忘れたんと思ってましたよね。思ってました。みんな思ってました。なんか固まってるなと思ってました。、はい、仕事せえへんなと思ってました。、ね、はい、僕も考え事してました。
放送中です。そうですよね。生放送中に何を考えことしてるんですか。いろいろあるんですよ。中に考えながらことが。そんな今人生辛いんですか。人生辛くないですけど。息もしてませんでしたね。2秒ほど。そうですよ。なんか、はい、斜めに傾いて固まってましたよ。出番ないと思ってたんで。でありますよ。はい、であんとも読み始めたらニコッとしてるから。そう思ってんのかなと思うんですけど。みんな思ってました。わかりました。はい、ありました。そうですね。はい、でその運命ポイントの数で、はい、スメ度を判定しようというコーナーで、はい、本日の一品はマーブルの公式 X にも投稿しておりますのでチェックしてみてください。はいはい、そして、こんなメッセージもいただいてますよ。はい、ラジオネーム下京区の虎さんからです。はいはい、先週沢竹アナが紹介していた、うん、新潟名物バスセンターのカレー風味柿の種が切って大阪の新潟のアンテナショップに売っていましたよ。あ、これ常設店ですよね、大阪いうことは。そうだから思わず新米と日本酒も購入、これは運命を追体験できて幸せです。はい、うん、切手大阪には全国のアンテナショップがあって、うん、何を紹介しようか迷ったら、はい、ここに来たら何かしら見つかります。うん、沢竹さんのお菓子のチョイスいつも素敵です。うん、瀬戸さん好みのおかずも見つかりますよ。うん、コストコだけじゃなく切手大阪にも来てや吉高。いやいや、ちょっと待って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 、僕がちゃんと紹介したからということでございます。はい、はい、なるほど。あ、そうか、来て大阪行けばいいんか。はい、だからね、見つからなかったって言ってたと思うんですよね、奥さんが。 あそこ行ったら買えるかなと思ったら、その時はなかったみたいなこと。うん、あ、今はちゃんとあるんですね。あるんです。はい、先週紹介してくれたカレー風味の柿の種、昨日食べたわ。あ、野球見ながら、ビールを見ながら、あ、いい気分で。はい、打てなかったけど巨人負けたんで、はい、はい、うん、巨人負けたな。仕事から帰ってから見たから、1から12時ぐらいから1から見たんです。追っかけっていうか、録画して解いて、録画してると、それまで SNS を遮断して、1から見るタイプでした。そう、で夜12時から一人で家で柿の種とビール片手に入れて、夜中2時ぐらいに、負けてるやんって言って、白川さんと同じタイプでした。天田の白川さん、天田の白川さんもね、ビデオ撮ってみますから。さあ、今日プレゼンするのは僕、スマイル瀬戸でございます。はい、そんなお酒のつまみといえば、皆さん何が思い浮かびますか。お酒のつまみ、はい、好きなお好きなつまみです。明太子も好きね。いいね。はい、イカの姿焼き5枚100円ぐらいのやつ。イカでーす。おお、あったあった。めちゃくちゃ良さそうじゃないですか。めちゃくちゃ箱が美味しそうです。なんか高級そう。そうです。はい、これね、僕東京で買ったんですけど、はいはい、東京にね、収録この前行かしてもらった時に差し入れであって、はいはい、差し入れとかケータリングか、はいはい、置いてて、あれめっちゃ美味しいと思って、行、はい、かれたやつが、京都駅に置いてたんで、はい、あ、これやと思って買ったんですけど、イカ甘塩だれという、うん、イカせんべいになるんですよね。はいはい、うん、はい、これちょっと食べてみてください。はい、めっちゃ美味しそうですよ。うん、パッケージから高級感、箱がいいですもんね。ね、パッケージの箱が ね高級そうで、しっかりして、うん、そうでしょう。うん、このね、はい、袋に入っていて、はいはい、このイカなんですけど、うん、はい、このせんべいになっておりまして、取っていってください。はい、いただきます。いい香りです。はい、いただきます。いや、イカがせんべいの中に、はい、入ってますね、これ、はい、ほんまのイカが、はい、おしっかりとしたイカせんべいでパリッとした食感で最高なんです。はいはい、が入ってる甘塩だれがいいんですよ。あ、今ちらっと舌が触れたんですけど、はい、その時の、はい、味がすごい、ちょっと触れただけで分かりましたもん。うわ、これ癖になる。マジでめっちゃ濃厚やねん。濃厚、うん、だってもうイカそのものがそのもので、がっつり入ってますから、はい、うん、イカ唐揚げせんべい、うん、甘塩だれなんですよ。うん、そう、めちゃくちゃうまない。めっちゃうまい。イカ系のおつまみとかせんべいとかあるけど、うんうんうん、ちょっと群抜いて濃厚じゃない。いや、これはもうトップレベルですね。うん、これはうめい、多分高いですよね。うん、あ、でもね、僕買ったこの、うん、はい、この感じのやつで別に700円ぐらいだったかな。30g で、はい、700円ぐらいです、ね。大体何枚ぐらい、あのせんべいぐらいのね、はい、大きさのやつが何枚ぐらいになりますかね。何枚ぐらい、1,2,3,4,5,6、うん、7枚ぐらい入ってるんですかね。タコもあるんですよ。へー、タコと一緒に買おうと思ったらタコの方は売り切れとって、うん、あ、イカのやつだけ買ってきたんですけど、はい、噛むたびに、はい、あの海鮮の香りがね、そうなんですよ、出てくれますよね。はい、おー、いいですね、これ。うめー、イカのうめー、うますぎ、うますぎる。これビールのあて、うんね、最高、うんうんうん、イカの濃厚さがえぐいの、うん、で、うん、甘塩だれやけどちょっとピリ辛度も残るし、うん、はい、このタレがまた抜群じゃないかと。あれいいですね、この甘みもね、美味しい。めっ
ちゃ美味しいのよこれ、うん、めっちゃうまい。普通に書いてあるわ。これだから大阪切手にもあんのかな、もしかしたら。ああ、何県ですか。しっかりパッケージにも東京って書いてるんですよね。でも福井県ですね。会社自体は越前海鮮クラブさんなんで、はいはい、福井県の会社なんですけど、福井のところにある可能性が、うん、あるかもしれないですね、もしかしたらね。でも東京なんですよね、パッケージは。東京で書いてあるね、はい、パッケージはしっかり東京というのも印刷されている、うん、東京イカアマジオダレって書いているので、はいはい、その横に 75% って書いてるのは、イカのが占める割合が 75% なんちゃいますこれ。そうなんかも。イカゲソ軟骨を 75% 使用した海鮮せんべい。だから、ほとんどイカゲソ軟骨を使ってるから、ね、あの、せんべいって言ってるけど、はい、せんべいはたったの 25% なんですよ。ね、もう一枚。僕ももう一枚。もう食べないで、全然食べきってください。はい。いや、だからほんまイカそのものいただいてる感触がせんべいというか、そう、はい、食感がせんべいで、イカをそのまんまかじってる甘塩だれでつけて、そのまんまかじってるぐらいの濃厚さやから、これは美味しいです。美味しいでございます。これはちょっと東京行くたびに買いたいだと思うぐらい、覚えておいてください。で、東京駅のどこで見つけたんですか。僕はね、八重洲口のところの乗り口のところでお土産ショップみたいなのがちっちゃかったんですけど、そこで売ってて、でパッと目に入ったら、あ、これだと思って買ったんですけど、ちょっとしたちっちゃいお土産屋さんに売ってました。右手にあります。おいしい。ケータリングの時はやっぱあれですか、あんまり2個3個と持って帰らない方ですか。あ、僕はなるべく持って帰らないようにしてます。今飲むとか水1本とかちょっと、はいはい、あの帰りの車で飲みますって持って帰るようにしますけど、それ軽いしね、美味しかったの、これもったいないですよ ねこれは持って帰りたいなと思う。東村さんだったら多分全部持って帰る、ね、東村さんはねもう全部、はい、ケータリングは晩ご飯にって思って食べに来てるから、はい、晩ご飯か明日のお昼ご飯やと思ってる。東村さんおったらもう全部なくなりますぐらいまで行きはるから、行きはるから。この僕が紹介したこのイカアマジオダレ、めちゃくちゃ美味しいので、ぜひ皆さん機会があれば食べていただきたいと思います。さあ、ということでこちらは何ポイントいったでしょうか。10超えたかな。超えてるでしょ。お、12ポイントいきました。はい、あ、意外に、あ、もうちょっ と、 ちょっと1位ではないですけど、押すタイミングの問題ですね、これ。僕の肌感覚やと、はい、4は言っといてほしかったですね。14、はいはいはい、あ、ぐらい言っててもおかしくないでしょ。はいはい、まあでも安定の10は超えてきましたね。はい、美味しい美味しい。12ポイントでめちゃくちゃ美味しいので、これマジでイカそのものをかじっているぐらい の、 で、食感がせんべいという最高の味です。皆さんもぜひ、機会があれば食べていただきたいと思います。はい、以上、これめっちゃうめえでした。地震や津波などで放送が継続できない、万一の際、ラジオ大阪、ラジオ関西、和歌山放送、 KBS 京都の4局は災害情報放送などの総合援助協定を結んでいます。ラジオを頼りにされている皆さんのために、私たちは常に準備を続けています。ではここでリクエスト曲をご紹介いたします。ラジオネームやぶれがささんからいただきました。リクエスト、マーモクでかかる曲をいつも楽しみに聞かせてもらっています。マーモクっぽい曲ってどんなのか最近考えています。そこで浮かんだのがウルフルズの暴れ出す。そんなイメージがあるんですよ、僕らの、このラジオには。いいですね。はい、でも確かに勢いもあって僕も大好きな曲でございます。はいはい、ということなので、お聴きください。ウルフルズで暴れ出す。
きることはあっても神様俺はこれでいいですか本当に何もわからないままで大人になってやることやって怪我の数だけ SMILE のマーブル木曜日 KBS 京都からお送りしています。沢竹の週末歩き、この時間はお出かけ大好き沢竹ガイドが週末に訪れたいスポットやイベントをご紹介いたします。さあ今週はこの辺ですか、はい、この近所なんですけども、うんうん、その前にね一通いただいているんですけれども、はい、僕最近電車のこと多かったじゃないですか、はい、この方もてっちゃんさんやと思うんですけども、はいはい、伊東のモンブランさんなんですけども、うん、写真を送っていただきまして、うん、武田駅に降りたら京都市営地下鉄と近鉄電車の新型車両の並びが実現しましたということで、沢竹アナウンサー大喜び、スマイルさんはハテナハテナの画像ですねっていう風に、いただいております、うんうんうん、武田駅というたら京都の地下鉄と近鉄電車総合乗り入れしている駅なので、はい、近鉄の電車も来るし地下鉄の電車も来るんですよ、うん、でそれが両方とも新型車両が来たと並んだということで、はい、数年前にね地下鉄の新型車両できて綺麗な電車なんですけども、はい、で近鉄の新型車両はニュースにもなって、はい、いよいよ営業運転というところなんですけど、いろんな駅に登場したってもうあのニュースになるぐらいなんですけども、僕もまだ見たことないんですよ、はい、それが武田駅に来てたとはと、でそれが並んだとはという写真です、だこれからは珍しくなくなるんだと思いますけども、はい、今のところね、あ見た、まだ見てないとかそんな感じです。そうなんで、それが並んだんですよね、武田駅で。あこんな近所でね、僕もよう使う駅なんで、見たかったですわ。僕らあれ、うん、おとついか、はい、あれ乗りましたよ。どれロケでね、うん、あ鉄道の番組のロケさせていただいて、何乗りました？あの夢島までの。夢島、中央線の、はいはいはい、夢島駅までの、コスモスクエアから夢島駅までの電車。はい、あ、万博用のやつ。万博用のやつ。はいはいはい、で、夢島駅で降りて、うん、テレビ初公開、バラエティ初公開って言われたんですよ、はいいいですね。夢島駅で降りて、夢島駅の駅の方も歩いたりとかさせていただくと、ね、めちゃくちゃ綺麗で。すごいすごい広めっちゃ沢竹さんテンション上がると思う。上がると思います。はい。僕も新しい駅とか、はい、新しい通路とか大好きなんで、はい、あ、こうなったんやとかなりますもんね。はい、なんか僕、日本じゃなかったもんね。急に。へぇ、はい、すごかったです。あ、はい、そうなんだ。大阪駅の地下ホームみたいな感じよりももっとすごい感じですか。あの部分、部分だけ捉えると、うん、もっと、ちょっとシュッとして、なんか最先端な、最先端テクノロジーやみたいな感じの。そうです。まだ、うん、まだ営業始まってないですか？営業はまだ始まってないですよね。はい、まだ工事中です。あの、特別に。はいはい、はい、いつ放送ですか？放送自体は11月の22日の、はい、中川家さんの番組なんですけど、はい、NHK。鉄オタ、はい。はいはいはい。鉄オタ選手権という番組が、はいはい、NHK 大阪のやつですよね。そうです、そうです。はいはいはい、それに僕ら出させていただいて、ロケ行かせてもらって、はい、その駅に行かせていただいたんです。はい、いい仕事してますね。いやだから、沢竹さんここ来たテンション上がってるやろなと。はい。まあそういう時はもう一人いるんですけど、言ってくれないと。すみません、僕らのもう一人が、あの、福本愛菜ちゃんやったんですよ。はい。元アイドルの方が、はい、らしい。それはいいですね。はい。絶対そっちでしょ。そうです。はい。新喜劇にもいた。はい。はいはい、そうですよね。はい。絶対そっちです。乾杯です。乾杯。色的、色的。そうですね。乾杯です。はい。で、今日僕言うと、はい、すみません。あの、国と時代がね、数分間でコロコロ入れ替わる
るとこなんですよ。で、スタートが KBS の横の京都御苑、はい、京都御所なんですけど、はいはい、ここ平安時代でしょ、はいはい、平安京に遷都されてから、はい、天皇陛下がお住まいになっていたところで、はい、まあ、歴史的には、南北朝時代からそこ使われてるんで、うんうん、平安時代からは使われてないんですけども、はい、でももう雰囲気が平安時代なんですよね。はい、で、そのまま素通りしてもいいんですけども、京都御苑っていうふうに今は市民の憩いの場になってるんですけども、はい、一部分だけ京都御所、仙洞御所、大宮御所という、今でも一般的に、普通には入れませんよというところ残ってて、はい、宮内庁さんが管理されているところ。はいはい、でも京都御所は昔は春と秋の一般公開の時に、うん、入ることができたんですけど、今はね、営業時間っていうか、やっている時だったらいつでも入れるんですよ。で、ぐるーっと見学していってっていうふうに、はい、もう平安時代の文化に触れることができるんですけども、はい、まあ、とりあえずそこも入っていきましょうということで、はい、京都御所に入っていくと、で、いろんな門だとか建物とか周遊しながら見て出ていくんですけども、はい、まずね、前半戦に、建物が出てくるのが、諸大夫の間っていうのが出てきて、はい、これね、天皇陛下に皆さんが会うときに、うん、公家の方とか、大名とか、将軍家のお使いの方が、天皇陛下に謁見されるときに、待たされる、ここで待っといてくださいっていう間なんですけども、うん、身分によって、偉い人はこの部屋。で、真ん中ぐらいの人はここ、はい。で、同じ大名とかでも、一番、まあ、ちっちゃい、身分が下の大名はこの部屋というふうに3つ分かれてるんですよ。で、それも横から、あの部屋が一番偉い人やなとこにも見えて、で、そこを通り過ぎていきまして、一番いいのが、クライマックスが四神殿というところです。はい。はい、今、吉高さん、見てはりますよね。光る君へ。あ、はいはい、あれで、ところ変わってとか、場面変わってみたいな時に、うん、建物が一瞬ポカーンって映るの、わかりません。はい、ありますね。ああいう建物が、はい、ほんまにあるんです。これ、はいはい。新年作りの建物で、はい、屋根が大きくって、はい、日和田吹きの屋根で、はい、これ最重要儀式で使われていた四神殿という建物なんですけども、はい、で、前の庭がもう白い砂で敷き詰められてるんですよ。あの中に天皇さんいらっしゃったやなと、帝いらっしゃったんだなっていうふうに思いを馳せるようなことができるような建物。はい、うん、まあ、平安時代の作じゃないんですけども、はい、建て方としては平安時代と同じなんで、はい、そういったものを見ながら外に出ていくと、だいたい素通りして20分から30分、うん、じっくり見ると1時間ぐらいかかるんですけども、はい、まあ、素通りするだけでも本当にいいですよね。で、出て行って、で、京都御所から出て京都御苑の中をどん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 北に進んでいきますと、今出川通りというところで北の端終わりなんですね、京都御苑が、うん、はい、で、そこの今出川門を出ると今出川通りを走ってまして、そこに来ると、はい、平安時代、日本の平安時代からあれちょっと外国が始まってるよいうところに来るんです。これがね、レンガの茶色のレンガで統一された建物が左右に広がってくるんですよ、はい、これね、同志社の敷地なんですけども、同志社大学の敷地が始まって、はい、左右ともに洋的な建物、うん、で、レンガ造りで、統一された建物が次から次へと出てくるんですけども、うん、振り向くと、はい、平安時代の京都御苑、はい、で、前を見るとヨーロッパ、うん、っていうような建物があって、うん、で、そのまま信号を渡って入っていくと、うん、まあ、一応、公道なんですよ、うん、で、両サイドに同社の敷地があって、はい、まあ、公道なんですけども、まあ、一体化されてて、はい、公道を歩いてるんだけれども同社の中を歩いてるっていう感じになって、でも公道だからなんか外国の街を歩いてるような雰囲気にもなるんですけども、はい、まず最初にね、右手に現れてくるのが慶明館という建物なんですけども、これ登録有形文化財なんですが、長い塔があって下の部分が丸くなっていて屋根ひさしがついててね、うんうん、これが慶明館なんですけど、長い塔になってるじゃないですか、はいはい、ほんでこうひさしのなんかちょっと屋根っていうかひさしの丸っこいひさしがあって、うん、その下が入り口になってるんですよ、はいはいはい、これ日本の建物じゃないですよね。ですね。違いますね、はい、ほんで壁にもう長方形の小窓があったり、はいはい、丸型の小窓があしらわれていると、はいはい、こういうものがもう右側見ると立っとるんですよ。で、さらにですね、進んでいくと、さらに右手の奥にアーモスト館というのが出てきて、これも登録有形文化財なんですけども、うん、1932年にできた建物なんですが、これもね、なんていうんですかね、横長の2階建てみたいな建物なんですけども、うん、はい、屋根があって、屋根の中に出っ張り屋根が出てきてるでしょ、うんうんうん、はい、屋根の上に屋根って出っ張りま、はい、屋根出てるでしょ、はい、で、1階のと2階に大きめの長方形の窓があったりとか、
はい、で、1階中央部分、中央部分、はい、ここ中央部分の下が入り口なんですけども、入り口の上の2階部分が、あの古墳型っていうか、昔青と赤の磁石、はい、U になってる磁石があるんですけど、はい、そんな U 型の、はい、なんかね、窓がついてたりとかするんで、はいはい、これも日本の建物じゃない、日本じゃない、ね、日本の街って感じしないじゃないですか、うん。で、さらに進んでいくと、左手の一番奥、まあ、敷地の一番奥に、クラーク記念館というのが出てくるんですよ。うんうん、これが一番ね、値打ちがある建物で、はい、これはあの国の重要文化財です、うん。これいいんですよ。あの、大きな三角屋根の建物、はい。で、その横に背の高い塔みたいな建物があって、はいはい、塔のてっぺんがチャペルの鐘みたいになってるでしょ。はい、で、この二つの建物をつなぐように、逆向き三角形の屋根の、こう、建物で繋いでるみたいな感じになってるんですよ。はいはいはい、で、これが全てレンガ造りになっててね、うん。新しい建物をね、レンガ造りに統一されてるんですよ。だこういう文化的な建物ももちろんレンガ造りですけども、新しくできた建物も茶色のレンガで統一されてて、はあ、一面がレンガなんですよ。はい、だから外国、日本の平安時代通り過ぎたら、外国、まあ、ヨーロッパが出てきて、で、そのまま進んでいくと、別に塀とか何もないのに、はい、今度お寺の門が出てくるんですよ。うん、この門も行動なんで普通に歩いて通っていくんですよね、うん、でこれ小国寺って言うんですけど日本の室町時代が始まります、はいはい、で普通に始まるんですよ同社とそのお寺の間に塀がないんですよ、はいはい、そのまま入っていけて門だけあるんですけど、はい、門勝手に入っていってで松を中心に木々が生い茂ってるんですけども、はい、そこで森にはなってないんですよ木々が生い茂ってるんですけど石畳風の通路が何本かあって、うんうんうん、だから空間がありながら、うん、で石畳の風の通路があるんで近所の人が徒歩で、散策したりだとかあとは用事がある人が普通に自転車で通り過ぎていったりとかのどかな時間が通り過ぎててでこう通路が何本かあるもんだから空間がありますよね、はい、あの通路と通路に挟まれてる分、はい、そこが普通に森のまま森っていうか林のまま残されていたりだとか、はい、あとはお堂がその中に立ってたりとかするんですけどもそのまま奥に進んでいきますとお寺の一番重要な施設である八棟っていうところにたどり着くんですけど、はいうん、ここも本当に一休さんがね一休さん見てはりました見てました、はい、もうあの将軍と一休さんがとんち比べしてるような建物ですわ、はいうん、一休さん出てくるんちゃうかいうような雰囲気の中で八棟というのが出てくるんですけども、はい、これあの普段は一般公開されてないんですけども今一般公開されている時期で秋の特別公開中で12月15日までお金さえ払えば八棟にも入れるし、うん、八棟の区の工場にも入れるんですけども、はい、もし、公開されていない時期でも八棟の中あの風通しとかで開けないといけじゃないですか、はい、だから、こう塔が開いてて金網越しに一応中は伺えることができて、うん、で何が一番そこでのいいものや言うとあの天井に龍の図が描かれてて万龍図って言うんですよ、はい、こうなんか上にね龍がねこうトグロを巻いた龍がね、はい、描かれてるんですよ、はい、これ今最近ね焼けて新しいものっていうところが多いんですけどここはもう江戸時代の加納光信が描いたやつ加納永徳の息子さん加納派のもう超直系です、はい、だからもう一番なんていうのかもう貴重なものですね、はいでこれあのうまいことね天井がこうなんていうか真ん中が出っ張ってるようになってるんでだからあの平面の絵に描いてるんじゃないですよちょっとだけ あの真ん中の方がこう、地面に近づいてるんで、はいうん、だからその龍の図絵がどこから見ても目が合うようにできているんですよ。かっこいい。だからなんかどこ、うん、お堂のどこを歩いてても、うん、だからあの外からただで見てても目合いますわ。はい、あともう一個いいのがあのパーンパーンと手を打つと、はい反響がね良くて、向こうパーンパーンで龍が鳴いてるようにこれは鳴き龍って言うんですけど、これもあの僕も外からパーンパーンって、はい、あの金網越しにやってるんですけど、はい、やっぱそれはお堂の中入った方がいいです。そうですね。はい、外からなかなか無理です。でもそこは中入ってください。でも一般公開してない時期に行ったりするんで、はい、今一般公開されてるんで皆さん行ってみてください。はい、これ本当にいいところです。だから日本の平安時代でヨーロッパ、わざとそういう作りに変えていったってことですか？いやいやいや、それぞれができてるんですよ、もともと。はい、もともと。昔から。はい。まあ、一番古いのは小国寺ですけども、はい、室町時代にできてますから。はい。で、その南側、今の御所は、南北朝時代に出来上がってると。はい。で、その間に同社が、まあ、明治ぐらい、大正ぐらいですかね。その後できたということで。で、たまたま並んだんですよ。時代の違うやつが。あ、そういうこと、ね、それがね、普通に直線で行ったら全部10分で行っちゃいます。へー。へーうん、
確かに不思議な空間ですね。不思議な空間ですね。はいはいはい。だから歩いてるだけで、あれ雰囲気変わったとかね。思うんですよ。はい。へぇ、面白い。で、同社はもっと建物いいのあるんで、はい、まあ、4年生のあの、総合大学って割と自由に入れると思うんで、はい、悪さしなければね。はい。まあ、僕もあの、卒業してから、まあ、別の大学なんですけど、はい、あの、大学の見学とか行ったことある。その時止められなかったんで、うん、多分関係者じゃなくても、あの、総合大学で入れるんだと思うんで、うん、皆さんも見学行ってもいいかなと思いますね。うん、いいですよね。すぐそこですね。すぐそこですよ。ねえ、本当や。全然いつでも行けるから行ってみたいな。確かに面白いですね。はい。ありがとうございます。興味が湧いたという方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで皆さん素敵な週末をお過ごしください。以上、沢竹の週末歩きでした。マーブル木曜日 AM1243FM946 スマイルのマーブル。スマイル瀬戸とウーゲイの釈迦と沢竹裕之が KBS 京都からお送りしています。みんな聞いたてや聞いたてや。京都ホット情報。君と過ごす毎日はまだ食べられるのに捨てられる食品、いわゆる食品ロスは日本では年間472万トンに上ります。飢えに苦しむ人々に向けた世界の食料支援とほぼ同じ量になります。10月は食品ロス削減月間です。買い物をするときは使う分、食べられる分だけを買う。食材は適切に保管し上手に使い切る。外食をするときには食べられる分だけ注文するなど、日々の暮らしの中でできることから実践し、食品ロスを減らしていくようにしましょう。以上、京都府からのお知らせでした。 KBS 京都ラジオ1143-949。気がつけば慌ただしくて大変な毎日。たまにはまろやかな朝日生ビールを片手に自分に言ってあげましょう。お疲れ生です。自分、日本の皆さん、お疲れ生です。朝日生ビール、通称マロ F。 10月は受信環境クリーン月間です。受信障害をなくし、ラジオテレビを楽しみましょう。せっかくの放送も雑音が入っては台無しです。お使いの電化製品が雑音を出していないか確認し、クリーンな受信環境を守りましょう。はんなり京都、 KBS 京都ラジオ。 KBS 京都ニュースです。ニューススタジオの佐藤アナウンサー、お願いします。はい、お伝えします。石破総理大臣は、北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの母、早紀江さんら被害者家族と今日就任後初めて面会し、何としても解決するという思いを政府も共有し、最善を尽くすと強調しました。また、首脳同士が大局観を持ってお互いの考えを率直に述べ合うことは極めて重要だと述べ、金正恩朝鮮労働党総書記との会談に意欲を示しました。石破総理は自民党総裁選挙で東京と北朝鮮の平壌に相互の連絡事務所を開設すると訴えていましたが、めぐみさんの弟で拉致被害者家族会の横田拓也代表はこの構想に反対する意向を表明しました。横田代表は、強く反対する、時間稼ぎにしか寄与しないと述べました。面会には、拉致問題担当大臣を兼ねる林官房長官が同席し、横田早紀江さんは、帰国実現まで諦めることはありませんと述べ、日朝首脳会談の早期実現を要望しました。次です。石破総理大臣は今日、東京九段北の靖国神社で始まった秋の例大祭に合わせ、内閣総理大臣石破茂の名前で真榊と呼ばれる供物を奉納しました。関係者によりますと、あさってまでの例大祭期間中の参拝は見送る意向です。今月1日に発足した石破内閣の閣僚の対応が焦点となります。高市前経済安全保障担当大臣は今日靖国神社を参拝しました。高市氏は参拝後、記者団に一人の日本人として参拝したと述べ、
玉串料を私費で納めたと明らかにしました。靖国神社にとって4月と10月の例大祭は重要な祭事とされています。岸田前総理は石破総理と同様、例大祭で参拝はせず真榊を奉納していました。超党派の議員連盟みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会は、衆議院選挙期間中であることを考慮して一斉参拝を延期すると発表しています。北海道は今日、厚真町の養鶏場で発生した高病原性鳥インフルエンザ疑いの事例について、遺伝子検査の結果、陽性が確認されたと発表しました。養鶏場での陽性確認は全国で今シーズン初めてです。北海道によりますと、全国の養鶏場での鳥インフルエンザ陽性事例としては、比較可能な2003年以降で、最も時期が早いということです。また、北海道はこの養鶏場で飼育されている肉用の鳥、およそ1万9000羽の処分を始めました。今後2日かけて全ての鳥を処分し、消毒など感染拡大の予防措置を行う計画です。北海道の鈴木知事は対策本部会議で、危機意識を共有し、迅速な予防措置に全力を挙げてほしいと指示しました。そして鳥については、今回は卵用ではなく肉用で食べても安全だと道民には理解してほしいとも呼びかけました。おしまいに、JR 九州の子会社が高速船の浸水を隠して運航していた問題で、福岡海上保安部は今日、船舶安全法などに違反した疑いで、福岡市にある JR 九州の子会社、JR 九州高速船などを家宅捜索しました。福岡海上保安部は家宅捜索に関し、隠蔽の恐れがあるため強制捜査に踏み切ったとコメントしました。一方、JR 九州は、海上保安部の捜査に真摯に対応するというコメントを出しました。JR 九州高速船は博多港と韓国プサンを結ぶ高速船クイーンビートルの浸水を確認していたにもかかわらず、長期にわたって国土交通省への報告を怠り運航を続けていました。国土交通省の今年8月の監査で隠蔽が発覚し、高速船は8月13日から運休しています。国土交通省は先月、海上運送法に基づく安全確保命令などを出し、今月末までに再発防止策を報告するよう求めています。JR 九州は外部有識者で作る第三者委員会を発足させ、事実関係の解明を進めています。この時間のニュースは佐藤がお伝えしました。天気予報です。現在奈良県南部に雷注意報が出ています。これから今夜にかけて近畿地方は高気圧に覆われますが、次第に湿った空気が流れ込むでしょう。京都府と滋賀県では日中は広く晴れますが、夜からは徐々に雲が多くなる見込みです。明日の近畿地方は湿った空気の流れ込みが強まり、大気の状態が不安定になるでしょう。このため京都府と滋賀県は各地とも雲に覆われる見込みです。雨や雷雨のところもあるでしょう。お出かけの時は雨具をお持ちください。今日日中の最高気温は京都29度、舞鶴26度、彦根27度くらいの見込みです。明日朝の最低気温、京都21度、舞鶴17度、彦根20度くらいの見込みです。明日日中の最高気温は京都で27度、舞鶴と彦根では26度くらいの見込みです。以上、天気予報でした。KBS 京都交通情報です。日本道路交通情報センター京都の大橋咲さんです。お願いします。はい、お伝えします。大阪府内の新名神高速が工事や故障車のため渋滞しています。新名神高速は神戸方面へ向かう下り線の高槻インター付近で工事のため走行車線が規制されていて1キロ半の渋滞。さらに下り線は箕面とどろみインターの近くの箕面トンネルに大型トラックが故障して止まっているため、走行車線が規制されていて1キロ半渋滞しています。
名神高速や京滋バイパス第二京阪道路に目立った渋滞はありません。一般道路の国道9号線は福知山方面へ向かう下り線が亀岡市和賀で1キロ、並川で600メートル渋滞しています。以上、京都センターからお伝えしました。ありがとうございました。次の交通情報は2時前にお伝えします。ではメッセージの方を紹介していきましょうか。今日は久しぶりに、はい、あった再会みたいなことのテーマでございます、うん、はい、ラジオネームパンケーキさんからいただきました。スマイルのお二人、沢竹さん、こんにちは。こんにちは。今日のテーマと少し違うかもなんですが、ショッピングモールやデパートで、うん、なんかに似た人、見覚えのある人を見たとき、声をかけようか迷うときがあります、うん、以前声をかけて真正面で顔を見て間違ったと気まずい思いをして恥ずかしかったことがあるんです、うん、皆さんはそういうことはありますか。これめっちゃあるよ。 ありますよね。ありますよね。ショッピングモールとかってさ、うん、はい、今だ子供からイオンとか行く気あるやん、はいはい、似てるなーっていう人とめっちゃすれ違うな、はいはいはい、結局全然違うねんけど、この前も俺スーマラの田中さんに3回出会ったで。似てる人。似てる人、ね、似てる。田中さんや、また、ちゃおは。うん、このタイムで1時。あ、また田中さんや、また、ちゃおは。何おんねん、田中さんと思って。田中さんってめっちゃおる顔してるもんね。がちがち。何ていう人と、あの、服装とか、あの、本当に、その、シンプル。一般のパパ、みたいな、日曜日のパパみたいな、シンプルな服着てはるから、似た人めっちゃ合うよな。これはわかりますね。でも実際誰も、あの、知り合いじゃなかったっていうね。ありますね、これ。ありますよね。はい。じゃあこちら、ラジオネームみっちゃんさんです。沢竹さん、瀬戸さん、吉高さん、こんにちは。こんにちは。数年前の12月に、うん、吉高さんを最寄り駅でお見かけして、嬉しくてお声をかけました。うちの娘、吉高さんと同じ、小中高で、高校は野球部のマネージャーしてたんですよ、と話すと、うん、吉高さんが固まり、え？誰？と。うちの娘は同級生ではないですよ。あ、僕がその同級生と勘違いしたんですね、その。あ、はい、だからそのお母さんが、ね、はい、うちの娘は吉高さんと同じ学校やったっていう。ね、学校やったっていう。うん、やけど吉高は同級生やと勘違いして、え、誰？と言ったんですね、僕が。はい。で、同級生ではないですよとは言えず、あ、いえいえ、大丈夫です。とだけ伝えました。めちゃ気まずなってる。めちゃくちゃ気まずなってる。すいません。最悪やん。失礼しました。私はそんなに老けて見えたのかしらと、後で思いましたが、あ、同級生と思ってるから、あ、そのお母さんに、友達やと思って、うん、誰やったっけみたいな感じで聞いたんや。そのお母さんの娘が、その僕と同級生やと思ってるから、すごい年上に、見えたっていうことですよね。だからそういうことですよね。そういうことで、いやいや、そんなことないです。老けて見えてません。大丈夫です。はい。何を言ってんのよ。後で思いましたが、吉高さんやしと気にしないことにしました。吉高さんやしと思われてる。それが全てよ。吉高さん覚えてますか？もちろんです。覚えてないやん。もちろん覚えてないやん、はい、そんなもん。あ、みっちゃんやって。なあ。みっちゃんやって思いました。その時みっちゃんとか言うてないよ。みっちゃんやってならへんやん。すいません。多分とっさに言われて、僕がちょっと意味を、ちょっと履き違えて。でもよく一緒の学校でしたとか、そんなんよく言われる。言われる。よね。そうですか。すいません。頼むよ、吉高さん。まあ、吉高さんやし。なあ、だそれがな、うん、なんかもう褒め言葉じゃないでしょ。なあ、吉高さんやしっていうの通ってもうてるけど。うん。やし。やし。やし。すごい言葉やで、それで通るって。得なのか、損なのか。損や。損やでしょ。そうですよね。すいません。次は、ちゃんと覚えておきます、ね。こちら、ラジオネーム、クイッククエン。ちさんからいただきました、はい、スマイルさん、沢竹さん、スタッフの皆様、こんにちは。こんにちは。ラジコで楽しみに拝聴しています、はい、久しぶりに会った人の名前が思い出せないとき、うん、政治家の田中角栄氏が使ったことで有名な手法、ほう、名前なんだっけと聞き、うん、相手が〇〇ですがと言うと、
いやいや、名字じゃなくて下の名前と相手にフルネームを言わせる話術があると聞いたことがあります。この手法すら思い出せず使う機会は未だにないですけども、うん、確かにね、なるほど、この手法あるよね。はい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 、何やったっけ、何々です、あ、下の名前やで、うん、って言って、なんかもうもともと知ってたよっていうので、はい、上は分かってる上でっていうことですね。そうです、そうです。で、聞いてたんだよという傷つけないという。これは確かにめちゃくちゃいい方やねん。そうやねん。ただこれが目の前になると出てけえへんねん、これが。いや、そうなんよね。と、完全にほんまに誰やねんの顔で聞いてますね。いや、じゃあ僕も。ね、はい。うんうん、いや、特に僕なんかがそれを一言も言で言うたら、うん、ほんまに覚えてないって思われるから。はい。名前。そうね。だからこの、名前何やったっけ、うん、っていうのは、あの、下の名前聞いてるかまだ伝わる言い方やけど、うん、はい、名前何ですかは、もう、あ、アウト、少々。は、アウトや、少々。もうそれはもう、うん、名字言うたところでそれも知らんってことや。知らんし。こう、聞き方のテンション一つでも伝わり方違うしね。はいはい、ね。年上のおじさんやったらね、その手法も難しいですよね。ああ。なんで下の名前聞きたいねんっておかしくないですか。そう、そうか、うん。なんでこの子は下の名前聞きたいんだもあるし。はいはい。そうなんだ。だから、ね、よく吉本の社員さんとか、名前のカールをぶら下げたりしてはるやん。新、名前をね。わかる。喋りながら、わかる。チラチラカードを見て名前を見るんですよ。エレベーターで絶対一緒になるんですよ。そう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 。NGK でな、電話で一回目行ったら社員さんとかと入社の時間が一緒やから、はい、結構エレベーターで一緒になって、僕ら3階で、社員さんは4階に行くんですけども、はい、で、結構喋ってくれんねんな、今日出番ですかとか、うん、偉いさんやろなってこう、おう、今日出番頑張ってね、はい、みたいな、あざすっていう感じやけど、誰やと思った時に、そーっと、そう、名前を見て。ありがとうございますってお辞儀しながら、胸の方を見て、名前を見るっていう。あ、この人、あ、せいせいせい、この人、せいせいせい。そうそうそう。っていう方法は取るよ。手法もありますね。うわぁ、これ、あ、でもいいんすかね、この手法。いい手法はね、これはね、伝わるとこには伝わると思います。はい。こちら、ラジオネーム、アスパラちゃんです。スマイルのお二人、沢竹さん、こんにちは。こんにちは。コロナ禍を経て、久しぶりの居酒屋に行き、お店のおっちゃんと再会した時の話です。うんうん、いやー大変やったなーなどと話をしていたのですが、うん、なんか喋り方ちょっとおかしいなーと思ってたら、うん、マスクを取った時にびっくり、うん、歯が半分以上なくなっていました。うん、一本抜けたけど、うん、コロナが、落ち着いてから歯医者に行こうと思ってたら、次々に抜け落ちたそうです。はい。テトリスみたいになっとるねんとニカッと笑った顔はめちゃくちゃ間抜けでした。マスク時代に着々と治療し、今は差し歯になっています。久しぶりに再会したら、したらおじさんが歯ほとんどなくなってた。歯ほとんどなくなってて喋り方おかしくなってた。そんな急激なくなるもんなんですか？数年で。そうですよね。ポロポロテトリスみたいにって言ってるやん。めっちゃ落ちてくるやん、テトリス。めっちゃ落ち、うん。で、間抜けやったっすね。体が。すごいな。こんなに変わるんですね。ねえ。で同一人物でよかったです。いや、いや、よかった。よかったね。経営者変わってね、知らん人と喋ってるのかなと思ってましたね。そこもそっちもでしたね。と思ったら、あれ、この人実は誰だったんだと思った。だから余計怖かったけど。怖い話ですけど。よかった、また歯抜けてきてくれてよかった、同じ人で歯が抜けたということですね。だってたまーにあるやん、はい、なんか向こうも。うん、なんかあれさ、こうでこうでさ、みたいな感じで最初は、はい、はいって喋ってるけど、うん、どうやらこれ俺との思い出じゃないなっていう時。ああ、はい。あの時こうやってさ、みたいな。ビビったよなって、最初は前のめりで喋ってるけど、そう同級生とかやったら、そ誰の話やねって言えるけど、うん、上の方とかやったら、はいはい。どうやらこの旅行俺行ってなかったなとか、この飲み会俺おらんかったぞみたいな。でも、だいぶ前のめりで、ねえって言うてしまってた分、どっちがいいのか、この人のために。あと最後まで聞くしかないもんね、相槌をって。そうやね。うん、で、一か八かや、最後まで聞いて。でも、はい、この人に乗っかろうと思って、うん、はい、大変でした。ねえ、あの時って言って、折った方に乗っかった時に、はい、あれって向こう気づくパターンもあるやん。はいはい、お前、あ、ちゃうわ。
ちゃう、これお前ちゃうか、うん、みたいな言われた時はもう終わりやん。終わり終わり。お前なんでしゃべるねって言ったやんね、だからし。合わせてたもん全部バレるし、あっこの乗っかり具合めっちゃ難しいねんな。でも、うん、芸人の世界ようあるんですよ。飲み会が多い分。そう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 。あの時の飲み会誰おったかが覚えてないから、めっちゃそれあるんですよ。はい、この飲み会俺おらんかったぞとか。この飲み会、俺おったのに、逆もあるんですよ。うん、俺おったのに、お前聞いてや、って言って。そうそうそう。あの時、こん時、誰々と飲んでてさ、いや、俺おんねん、そん時、とかもあるし。うん、それを、言える、突っ込める人になりたいよな。自分が。そうやね。自分側が。突っ込まれる側になっときたいよね。はいはいはい。それ、瀬戸さんは、僕おったよって言うてくれるような。うん、気使われたら嫌やもんな。僕、そこ突っ込まれますよ、だから。あ、だそう、だから吉高は言われて。はい。それ、僕いなかったですよ、その旅行とか。はいはい。いや、僕いましたよ、その旅行とか。って言われる側やんか。はい。あの、だから、吉田たちよく、それやりますね。双子コンビの双子やから、うんうん、お兄ちゃんと怒ったことを喋ってたら弟に話してたとか。はい、ただ、ただお前がまだ把握してないだけや。弟と怒ったことを弟に喋ってたと思ったら兄貴の方やったとか。うん。うん、そう、逆。やろ、はい、記憶はバチシなんですよ、ね。記憶バチシです。これはただ吉田が把握してないだけなんですよ。はい、はい。だから一回吉田たちの、うん、まだ、吉高が一人暮らししてて、吉田たちも、一人暮らししたいって言った時に、吉高がなんか、もしよかったら、お金もあんまないやろから、うちルームシェアして、お金はこっちが出すから、うち一個部屋空いてるから住んでいいよって言うたらしいんですよ。で、本気で嬉しくて、吉田たち、公平の方かな。公平、雄平がいるんですけど、公平が嬉しくて、ありがとうございます。じゃあ本気で考えていいですかって言って、うん、親とかにも言うて、ほんまにそっちで進めとった時に、吉高がなんか、なんかの流れで次出なあかんくなったんかな、うん、かなんかなって、はいはい、結局住めんくなったんですよ、うん、結局それが無理になったんですよ、それを吉高がほんまごめんなこんなにほんまに住みたかって一緒に、うん、ほんまにごめんっていうのを雄平にずっと言っててな。そう。で、未だに、どっちが兄貴の弟とか分かんないです。雄平くんが、雄平は何の話されてたんだ急に吉高さんが、ほんまごめん、一緒に住まれへんねみたいな言うてきたから、何を言うてんねやろ、この人って。ま、マジで、一回も当てたことないもん。ほんまに難しいよ。でも、吉田って呼びちゃうね。吉田。吉田くんって呼び吉田くん。な間違いないから。二人振り向くけど。そう。もう。それはもうお前の再会じゃない。ただのお前の把握してない能力。あ、瀬戸さん分かるんですか？僕はもう分かります。最初僕も分かんなかったですけど、分かるようになりました。はい、ちょっと顔を見たら違うなっていうのが分かりました。すごいな。すごい。ごいまだむずい。まだむずい。一番の難問。これは本当にもう、めちゃくちゃ難しいです。ということで今日のテーマは久しぶりの再会でございます。テーマ、まだまだお待ちしております。ヨドバシカメラは広い売り場に豊富な品揃え、そして安い冷蔵庫、洗濯機、空気清浄機、掃除機、調理家電、テレビカメラも豊富な品揃え、 AI パソコン、スマートウォッチ、新製品が続々登場。携帯電話の新規契約、機種変更、まずは相談カウンターへ。ヨドバシ .com は送料無料でスピード配達、550台の駐車場完備。京都のヨドバシカメラ。参加費無料、人生100年時代、老後に備える優しいマネー講座。11月17日日曜日、市場烏丸京都経済センターで午前10時からと午後2時からの2回開催。老若男女から信頼が厚いファイナンシャルプランナーが一人一人に合った資産運用や新ニーサなど今こそ知りたいお金についてレクチャー。参加費無料、お土産として8代目儀平のお米をプレゼント。司会は私、中村香織です。お金について勉強して日々の生活に一緒に役立てましょう。皆さん、ご応募お待ちしてます。20代から60代の女性各回40名様を抽選でご招待。ご夫婦ご友人との参加も OK。 詳しくは KBS 京都ホームページイベントインフォメーションまで。この時間はラジオカーの時間です。マーブルラジオカーリポーターの西村愛さんを呼んでみましょう。西村さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。この時間は京都市役所の近くからお送りしていきます、はい、引き続きね、青空が広がっていて暑さ
めっちゃ暑いって感じですね。ラジオカーの温度計は今何度かな、34度ですよ。30超えてんねや。34、あららら、ら暑いです。本当半袖で歩いてても日向だとほんま暑いです ね汗かくぐらい暑いです。そんな中私と同じ半袖で街を歩いてはる皆さんが多いんですけど、うん、はいはい、寺町商店街の入り口で出会った素敵な方とお話をしたいと思います。はい、やいこさんです。こんにちは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 。よろしくお願いします。やいこさんは今日黒いポロシャツを着ていらっしゃいますけども、はい、どうですか服装選びってなんか迷ったりとかします？今日は半袖一択でした。そうです。20何度ってそう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 、今見たら34度って出てました、うん、もうね恥ずかしいからちょっと、うんうん、上にかけるのを、はい、あ黒のカーディガンをお持ちで。そうですそうです。何が恥ずかしいんですか。いや季節は季節なのにね、半袖が恥ずかしいかな。おしゃれでいらっしゃる。でも分かる。そうなんですよ。半袖で行くよなと思いながら外に出て、はい、もしかして10月やしみんな長袖やったらちょっと勇気いりますよね。わかる、うん、でもやっぱり今皆さん半袖です。間違いなかったです。暑いなってなってますね、まあ、そんな中八重子さん寺町商店街の入り口でね携帯電話を持って、はい、どなたかと連絡を取ってたみたいなんですけど、うん、はい、今日してます。待ち合わせ、はい、あそうなんですか、はい、そのお相手の方からもしかしたら連絡が。そうです、連絡があったらちょっと出させていただきます。もちろんもちろん、もうリアルタイムで、はい、インタビュー中にもしかして電話がかかってくるかもしれないという。約束何時なんですかね。1時です。あれ、あれ、そうなんですか。ちょっと遅れてらっしゃる、うん、はい、遅れるというね連絡が入りました。それでメールやり取りしてる時に、はい、私が声掛けさせてもらったということで、あそうなんですか、すいません、ありがとうございます。ちょうど暇つぶしになってよかったです、ね、すいません、ありがとうございます。そんな暇つぶしありがとうございます。ちなみにね、お相手の方、待ち合わせで今日来られる方はどんなつながりの方か聞いてもいいですか。1年前に、うん、電車の中でお知り合いになりました、はい、電車の中で、電車の中で知らない人、知らない人、どういうこと、どういうきっかけで、あとね席がね、うん、空いてなくって、はい、それで一つだけあどうぞって言っていただいた方がおいでになって、はい、向かい合わせの席で、はいはいはい、それでちょっとそれからお話しさせてもらうことになって、で大阪の方やったんで、はい、うん、すごい出会いですね。ねえ、その方はどんなお話でこう盛り上がったとかあるんですか。今日ここまで会うっていうところがすごいなと思うんですけど、うんうん、なかなかね、なんか電車の中で席譲ってもらったらそれで終わりそうですけど、うん、はい、もうねやっぱり縁があるのかな。なんかインスピレーションがね、はい、うん、それで、そうなんですか。もうその方は同世代の、違います、85ぐらいかな。上の方、はい、はあ、そっからは会うのは初めてではないですか。何度かも、もう何度か大阪行ったり、いい出会いですね。出会いがあるんですね。そのインスピレーションをね、ご縁があるなって感じたのはどういうところだったんですか、うんうん、なんか雰囲気とか話し方とか、うん、はい、それで一緒に駅で降りて、うん、私もでお昼ご飯とか朝ご飯を食べるとこがなくって、うん、お腹空いてますってことあったんで、私いつも駅降りて行くとこがあるので、はい、じゃあそこにご一緒しませんかって言って、それからで、それから、すごいな、素敵、うん、それでね、どんなお話されるんですか、うん、いや、どんな話、まあ、たまたまその時がね新茶の季節だったので、うん、ここのお店なんですけど、白い紙袋持ってはるんですけど、あ、これがお茶ですか。そうなんです。で、これが
お好きやっていうことなので、ここです。おー、言ってもいい？木村聖茶さんです。で、新茶の季節だったので、じゃあ新茶が美味しいですねって、じゃあ私このお茶屋さん行きますけど、じゃあお茶屋さんもご一緒にどうですか？へー、ちょっと営業方々。営業方々。なんか憧れるな。でね、それでなんとなく意気投合して、それで、はい、大阪寄せてもらったり、はい、こっちを来られる時はこうやってご連絡いただいたりとかして。はい、それがその出会いはいつ頃ですか？去年の新茶。去年の新茶の季節。へー、もう1年半。おお、すごい出会いですね。どこに出会いがあるかわからないですね。まあでもインスピレーションというのが本当になんかあったんでしょうね、お互いが。あったかな。ねえ、だって誰でもかんでも別にそうやって仲良くなれるわけではないですもんね。なんかすごい発祥というか運命というかがあったんでしょうね。恥ずかしいです。素敵。いや、なんかめちゃくちゃして、ほんまになんかいい、素敵な気持ちになります、その話が。いやいや、ありがとうございます。他にも、八重子さんは、その今日会われる方以外にも、こんな感じで仲良く、電車の中で出会って仲良くなった人っているんですか？電車の中はいませんけど、なんか、どこかで、入院してる時とか、でその時はやっぱしお友達が一人や二人でずっとつながってます。はあ、そうですか。いや、もうそんなね、こう出会いを大切にされてお友達作りの名人でいらっしゃるんだなと。本当、とんでもないですけど、でも楽しいです。やっぱりね、なんかいろいろ声をかけたりとかする時のポイントっていうか、仲良く初対面の人と仲良くなるためのなんかポイントとかね、大事にされてること聞きたいなと思ったんですけど、いかがですか？いや、無意識だからないです。考えて考えてすると、そうですよね、緊張する。あ、そうなんですか。八重子さんはなんか久しぶりに会って、うわ、この人誰だったっけなみたいな、名前が出てこない時とかってあったりするんですか？今日のメッセージテーマなんですか？あります。その時八重子さんはどう対処乗り切りますか？いや、どうかな。もうあっさり、すいません、ちょっと覚えはあるんだけど、お名前が、あ、もう丁寧にちゃんと謝りながら正直に言うんですね。わかりませんもん。確かにそうですね。でもそれも大事やと思うわ。八重子ちゃんやったらね、許されると思う。はい。なんか私やったら、なんかバレないようにバレないようにって思っていろいろ話を聞いたと思って、そう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 、で結局分かってへんやんってなって墓穴掘るタイプやったりするんですけど。そうですよね。そうなりますよね。わかります。気持ちわかります。八重子さんのように素直に向き合おうと思いました。とんでもないです。とんでもないです。それがなんか向こうからしても八重子さんのなんか懐に入りやすさというか、そういうのがあるのかもしれないですね。親しみやすさ。照れてはります。いや、でもその感じが、ごめんなさい、この声だけしかお聞きしてないですけど、声の質がその感じでなんかすごい伝わります。いや、ありがとうございます。電話かかってきました。あ、電話かかってきました。どうぞどうぞ出てくださいね。もう喋ってもらっていいですよ。はい。はい。ねえ、よかったです。もう着いたのか、まだもうちょっと遅れる。三条京阪着いたよっていう電話かな。あ、そうかもしれないですね。今どこに着いたのかというのがリアルですね。でもすごいな。どこですか？もう一度。あ、聞いてる今。はい。そうそう、どこにいてはりますかということで、はい、急にみんなでこの方待つ感じになったね。85歳の方をみんなで待つ時間になったすごい温かな時間ですね。なんかいいですね、はい、ね、待てる。電車の中で知り合うってすごいですよね。すごい、すごい。喋りかけないですもんね、なかなか。またその席を譲ってっていうところからストーリーがスタートしてるので、すごい優しいつながりから、だから悪い人ではないし、みたいな。
まに素敵なつながりやなと思って聞いておりました、うん、本当にいろんな出会いがありますね。はい、はい、じゃあ寺町まっすぐ上がってきてください。寺町まっすぐ上がってきてください。じゃあもう市役所前駅まで来てたっていうことですね。違う、はい、近くまで、はい、地図完璧やな、はいはい、さすが沢竹さんだ、ね、もう近くまで来てるな。今から行かれるとと、うん、いう方ですね。もう再開間もなく、ね、再開間もなく、はい、お気に失礼いたしますということで。あ、いいですね。あ、迎えに行かれるんですか。あ、いい、おいでになるそうなの。あ、そうですか。じゃあね、いつぶりの再会ですか。春お、半年ぶりの再会。そんな大したもんじゃないんですけど。今からどこか行かれるんですか。一緒に。そう、お昼をね、うん、っておっしゃってたんで。あ、そうですか、はい、何食べるんですか。お店は決めてはりますか。そうです。あ、そうなんですか。で、彼女がそう言ってますから。何食べたい言ってはりました。なんか静かなそこのコーヒー屋さん。あ、そうですか。じゃあもうおしゃべりも楽しみつつ、ランチもゆっくり楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございました。すみません。貴重な時間ありがとうございます。本当に貴重な時間ありがとうございました。ご近所にお住まいの八重子さんにお話を伺いました。どうぞ楽しんできてください。ありがとうございます。おきに。ありがとうございます。ありがとうございました。なんかほっこりした。ね、ほっこりした。ね、以上、ラジオカーリポートでした。マーブル木曜日 AM1243 FM946スマイルのマーブル、スマイル瀬戸とウーゲイとシャカと沢田裕之が KBS 京都からお送りしています。みんな聞いたてや聞いたてや。日本の皆さんお疲れ生です。聞いたことありますよね。アサヒ生ビール、通称マルエフの CM、 松下洸平さん、芳根京子さんのフレーズです。アサヒ生ビールは通称マルエフと呼ばれる柔らかな口当たり、まろやかな味わいで飲食店に愛され続けてきた商品です。皆さん、アサヒ生ビールにはいろいろな飲み方を楽しむことができることをご存知でしょうか。まずご紹介するのが、マルエフを半分注ぎ、黒生をグラス一杯まで注ぐハーフ&ハーフという飲み方です。飲食店で愛され続けてきたこの飲み方は、2つの味わいで新しいまろやかさを感じることができます。次に紹介するのが、マルエフと黒生を2対1の割合で注ぐワンサードという飲み方です。ビール通に愛されるこの飲み方は、マルエフのまろやかさにほのかな香ばしさを感じることができます。最後に、見た目も楽しみたい方におすすめの白泡、黒泡という飲み方です。先に注ぐのがマルエフだと泡が白く、黒生だと泡が黒くなるなど、注ぎ順でも見た目や味わいが変化します。本日紹介したアサヒ生ビールの世界観を体験できるアサヒ生ビール出張マルエフ横丁マルエフカーが10月18日、明日10月18日から10月20日までの3日間京都にやってきます。先ほどご紹介したいろいろな飲み方も楽しんでいただけますよ。場所は河原町たこ焼く市にございます立成広場です。詳しくはアサヒ生ビールのホームページをご覧ください。ここでアサヒビール株式会社さんよりプレゼントキャンペーンのお知らせです。今回ご紹介したアサヒ生ビールマルエフを抽選で5名の方にプレゼント。番組メールアドレス su@kbs.kyoto su@kbs.kyoto 宛てに、件名にマルエフプレゼントキャンペーンとご記入いただき、住所、郵便番号、お名前、電話番号を明記し、メッセージをお送りください。今週月曜から金曜日までに届いたメッセージの中から抽選で5名の方にマルエフ 350ml 1ケースをプレゼントいたします。お酒は20歳になってからですよ。気がつけばせわしなく通り過ぎていく毎日、たまには
まろやかな朝日生ビールを片手にそっと言ってあげましょう。お疲れ生です。自分日本の皆さん、お疲れ生です。朝日生ビール、通称マルエフ。 KBS 京都ラジオ1143-949。沢竹リクエスト、甲斐バンドアンナでした。バイシル、着なくなった着物がいくらになるのか知りたい。でもお店に持って行って価値がつかなかったらどうしよう。
そこで、ちびまる子ちゃんのテレビ CM でおなじみの着物出張買取バイセル。お電話一本でご自宅にお伺いし、着物を査定します。査定金額にご納得いただけない場合、その場でお断りいただいても構いません。出張料、査定料、キャンセル料など一切かかりません。お問い合わせは 0120-544-331、544-331、出張買取のバイセル。マーブルビート。さあ、このコーナーはチームマーブル全体で素敵な音を奏でていこうということで、4曜日共通のコーナーとしてお届けいたします、うん、はい、今日のお題はこちらです。レコード早探し対決。面白そうですね。KBS のレコード室にはたくさんの曲が所蔵されています、はい、6万とも8万とも言われておりますが、誰もわからないみたいでございます、うん、いつもはディレクターや AD さんがいろんな曲を出してきてかけるわけなんですけども、今日は僕たちが探してきて1曲皆様にお届けいたします、はい、CD を探す方法としては、レコード室のパソコンで検索してヒットするものもあれば、神の台帳をいちいちめくって探さないといけないものなどいろいろあります、うん、その曲を探してからラジオでオンエアするまでの時間を競います。はい、ということで月曜日が山口百恵さんのコスモスという曲で3分54秒かかってます、はい、で火曜日がグッバイという曲で3分58秒かかっておりまして、はい、水曜日が小泉今日子さんの曲で木枯らしに抱かれて3分33秒だからみんな3分台、ね、結構みんな接戦で、はい、接戦よね、ここには収めたいね、はい、ということで木曜日、はい、まず曲決めないとダメなんですよね。そうですね、秋っぽい曲といえば、はい、どんな曲が、あの僕エレファントカシマシさんの今宵月のようにね、はい、あー、いいんじゃない、はい、佐竹さんピンと来てないけど、あれ、あ、じゃあ佐竹さんわかりますよ、わかります、知ってる曲月な、彩香の三日月とかもそうじゃん、あー、そうかそうか、だからスミレセプテンバーラブなんて、そうや、まさに、あ、スミレセプテンバーラブ、なんで歌ったか分かんない確認ですか、なんでスミレセプテンバーラブだけ歌われたの、踊ろうよや、ね、いや、そう、そうやってうらユーラ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 、なんで目合わせるかな、エレファントのやつあれでしょ、宮本でしょ、あ、宮本だ、宮本でしょ、宮本、友達だから、佐竹さん世代の秋の歌は、いや、ちょっと秋かどうか、森高千里の渡辺、渡辺、そうそう、あれ風邪ひいたとか言ってるから飽きちゃいます、あれ僕もそうですよね、めっちゃ好きですね、いいですよね、渡辺橋する、いい、渡辺橋、はい、森高千里さんの、森高千里、聞いたら絶対わかる、はいはいはい、それします、あ、じゃあそうしましょう、そうしましょう、普通にそれ聞きたくなった、はい、スミレセプタンラブは吉坂で聞かされたなんか嫌だった、歌ってそうしたな、なんかシャズナさんとかで聞いたかった、いやいやいや、聞いたらいいや今から、さっきの吉坂で聞かされた、いやいや、なんでなんでそれで僕のせいになるのおかしいでしょそれは、うん、はい、森高千里さんの森高千里渡瀬橋、渡瀬橋、で行きましょうか、はい、じゃあ吉坂、はい、え、僕が探しに、はい、はい、やっぱこういう借り物競争運動神経系といえば吉坂さんが多分一番得意そうですか、はい、わかりました、じゃあもうここからスタートして、待てよ、ここから用意スタートと同時にタイムも測るみたいですから、はい、ということで我々木曜日の探しに行く曲は森高千里さんの渡瀬橋で、はい、吉坂さんが代表で行ってきてもらいましょうか、はい、では行きますよ、はい、よーいスタート、はい、さあ、じゃあ中継先で吉坂が繋いでくれるみたいなんで、ね、聞いてもらえたらいいんですよね、多分座ってはるんで、あの自販機のとこを右に曲がります、うん、そして奥へ行くと、あ、で左に曲がると、あの、ここ何でしたっけ、そのレコードがあるところに入りました、何でしたっけね、パソコンで調べます、はい、調べて調べて、分かんないですね、パスワードをお願いします、はい、あ、出ました、曲検索、曲名、うん、アーティスト、あ、ここに検索したらいいんですね、はい、今からパソコンで、え、僕が打つんですか、パソコン全く使わないですよ僕、もう、何してんの、どうしようどうしよう、うわ、めっちゃ時間かかる、ちょっと待って、森高千里さんですよね、 M、うん、
あ、じゃあここ楽曲曲名渡らせ橋の方が早くなるんちゃう？森高千里さんやったらいっぱいヒットするから。ダブル。なるほど。な、吉坂。ダブル A から君。はい、何？あの、森高千里さんやったら曲名がいっぱいヒットするから、渡らせ橋の曲から行った方がいいんちゃう？あの、はい、それを今からやりますんで、ちょっと待ちください。何やねん。お前が森高千里さん。森で MV を言ってたから。腹立つな。今からやりますんで、黙っといてくださいってね。うるさいですよってね。もう出んのかな、アルファベット。渡らせ、バシ、バシ、B、B、B、A、A、A って C。C。C ちゃうよ。C ちゃうよ。分かってる。渡辺橋の C は C じゃないよ。渡辺橋 C じゃないのよ。曲名。はいはい、分かってます。分かってます。ね、まあ、聞いていただきましょう。渡辺橋 C じゃないのよ。森高千里さんの。森高千里さん出ましたね。出た、はい、はいはい。で、これを、これどうするんですか、探すね、探すね。この番号覚えるんですか、PC。15,518。15,500のところ行ってください。あ、一万、あ、その場所に行くんですね。そうそうそう、当たり前。これとかなんかのこれ。PC15,518。でも行ったらほんまにそこから出てきたら便利なんですけどね。パソコンからブイーンって。めちゃくちゃある。それは将来。あった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 。あった、ああ、早っ。PC。早いんちゃう、いいんちゃう。15,500。え、何があった、500、3,500。あったんちゃうの、あ、一番台があった。え、あ、ありました、あ、CD 見つけた。すごい、早い早い早い。ありました、あった、はいはい、あと一緒に戻るだけ、急げ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 、はい、あとは曲かけるだけや、これだから伝えるぞ、あ、戻ってきた、戻ってきた。曲をかけて、渡して、渡して。で、スタンバイ OK になったら、吉高さんが曲を振ってもらったらいいよね。はい。森高千里さんで渡らせ橋を振ってもらったらいいので。はい。あとは、いいんちゃう、タイムいいんちゃう。いいと思います。3本聴いてるかもしれないね、これ。さあ、OK になったら言ってください。はい、それでは吉坂のリクエスト曲で森高千里さんで渡らせ橋、渡らせ橋、渡らせ橋、渡らせ橋でもっと渡れお前が。知ってるでしょこの歌、この歌、はい、もう大好きです、これいい歌、だっていろんな人カバーしていって、いい、ね、多分ね、うん、これね、寂しげな感じの、だからもうすでに別れてるんですよね、あ、そういうこと、ちゃいました、そうなるんちゃうかな、歌詞的には、あ、そうか、うん、だから、だから秋ってちょっと寂しげなイメージ、何を秋分かった感じで言うと、そうね、八雲神社です。いや、もうカメラ来ないですよ。はい、もうダンディズムじゃない。歌聞きたいんで。歌詞を、歌詞を聞いてるんですよ。わあ、いい歌ですね。ね、森高千里さんの渡らせ橋です。渡らせ橋です。渡らせ橋ですか。C、 いやいやいや、 C 押し間違えて押したけど、あれ問題やからな、これ負けてたらこのロスは完成ですよ。 SSSS BA の後に C 探したよ。うん、そうや、だから渡らせば C じゃないの、一瞬はそんなトリッキーな曲じゃないんですよ。大丈夫。さあ、はい、それでは気になる1位が今のところ水曜日の3分33秒やから、はい、それを切ってれば木曜日の優勝でございます、はい、自信は結構ありますね。では何分でしょうか、発表してください、お願いします。おい、2分44秒でございます。ということで木曜日優勝は初めてちゃん、初めてだと思う、初めてです、はい、初めてが初めて、やった、はい、嬉しい。これレギュラーコーナーしてもらおう。ほんまよ、ほんまよ。これ見てきにやってもらおう。これ得意やな。これ得意。そうですね。まあ、兵庫とかではね、実質勝てた時もありますけど。いやー、いいですね。2分台やって。すごい。でもめっちゃ早かったよ。早かった。結構パニックになってたけど。だから、渡らせのわーやから、うん、結構橋の方で一瞬で分かったんか。そうか、そうか。はいはいはい、はい、ああ。それももしかしたら曲も良かったんか、うん。あるかもしれないし、結構早かったんです。
すぐ出た。あの、うん、渡良瀬橋で、はい、あの、検索したら、うん、あの、やっぱ、和から始まるのが、やっぱ少ない。曲が少ないから。曲が少ないから、すぐに出て、パッと出て。あ、数字がすぐに分かったってことですよね。はい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 。で、数字が出て、そこの数字が書いてんの。そう、もう、大量にあるのよ。レコード。うわーって。で、1万どこやどこやって、1581って言って調べました。はい。ほんで、渡良瀬橋出てきました。渡良瀬橋出てきました。テンション上がった。テンション上がった。あ、森高さん。出会えた。出会えた。森高さん、会いたかったよ。渡良瀬橋で出会えた。渡良瀬橋、出会えたよ。よかったよ。って言って。はあ、よかった。なるほどね。はい。いや、素晴らしいタイムでございました。ね、ありがとうございます。はい。ということで、今週はレコード早探し対決をお送りいたしました。以上、マーブルビートのコーナーでした。はんなり京都、KBS 京都ラジオ。KBS 京都ニュースです。ニューススタジオの佐藤アナウンサー、お願いします。はい。まずは速報です。俳優の西田敏行さん、76歳が、東京都内の自宅で亡くなったことが分かりました。俳優の西田敏行さんが亡くなったということです。また、絵本のロングセラー、グリとグラシリーズなどで知られる児童文学作家の中川理恵子さんが、14日未明、老衰のため東京都の病院で亡くなりました。89歳でした。次です。石破総理大臣は、北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの母、早紀江さんら被害者家族と今日就任後初めて面会し、何としても解決するという思いを政府も共有し、最善を尽くすと強調しました。また、首脳同士が大局観を持ってお互いの考えを率直に述べ合うことは極めて重要だと述べ、金正恩朝鮮労働党総書記との会談に意欲を示しました。石破総理は自民党総裁選挙で東京と北朝鮮の平壌に相互の連絡事務所を開設すると訴えていましたが、めぐみさんの弟で拉致被害者家族会の横田拓也代表はこの構想に反対する意向を表明しました。横田代表は、強く反対する、時間稼ぎにしか寄与しないと述べました。面会には、拉致問題担当大臣を兼ねる林官房長官が同席し、横田早紀江さんは、帰国実現まで諦めることはありませんと述べ、日朝首脳会談の早期実現を要望しました。東京都練馬区で先月男性が車で連れ去られる事件がありましたが、逮捕された実行役らに指示をした人物の通信アプリのアカウント名が首都圏の連続強盗事件のうち3つの事件で指示役だったとみられる人物のアカウント名と同じだったことが分かりました。警視庁などはこれら4つの事件の関連を調べます。練馬区の事件で指示をしていた人物のアカウント名と一致していたのは、今年8月から先月に神奈川県の厚木市と鎌倉市、それに埼玉市で起きた強盗事件の指示役だったとみられる人物のアカウント名です。警察が逮捕された実行役らのスマートフォンを解析し確認したということです。おしまいに、共同通信によりますと、アメリカの IT 大手 Amazon.com は16日、次世代原子炉小型モジュール炉の国内での商用化を支援する契約をアメリカの企業2社と結んだと発表しました。また、小型モジュール炉などの開発を手掛ける企業への出資も明らかにしました。AI の普及を支えるデータセンターの消費電力の増加に備え、安定的な電源を確保する狙いです。アマゾンは2040年までに温室効果ガスの排出実質ゼロにする目標を掲げています。声明では、二酸化炭素を排出しない原子力発電所は我々に電力を供給し、顧客の需要を満たすのに役立つとして優位性を強調しました。小型モジュール炉は必要な面積が比較的小さく、
送電網の近くに建設できるほか、従来の原発よりも建設期間が短い利点もあり、アメリカなどで商業運転を睨んだ開発が進んでいます。この時間のニュースは佐藤がお伝えしました。天気予報です。現在奈良県南部に雷注意報が出ています。これから今夜にかけて近畿地方は高気圧に覆われますが、次第に湿った空気が流れ込むでしょう。京都府と滋賀県では日中は広く晴れますが、夜からは徐々に雲が多くなる見込みです。明日の近畿地方は湿った空気の流れ込みが強まり、大気の状態が不安定になるでしょう。このため京都府と滋賀県は各地とも雲に覆われる見込みです。雨や雷雨のところもあるでしょう。お出かけの時は雨具をお持ちください。明日朝の最低気温は京都で21度、舞鶴で17度、彦根では20度くらいの見込みです。舞鶴では今朝と比べて3度ほど低いでしょう。明日日中の最高気温は京都で27度、舞鶴と彦根では26度くらいの見込みです。以上天気予報でした。KBS 京都交通情報です。日本道路交通情報センター京都の大橋咲さんです。お願いします。はい、お伝えします。高速道路などの状況です。名神高速や京滋バイパス第二京阪道路に目立った渋滞はありません。京都縦貫道は上下線の舞鶴大江インターと宮津天の橋立インターの間が工事のため、昼夜を通して通行止めになっています。なお夜間に通行止めになるところがあります。京都縦貫道と山陰近畿道は園部インターと京丹後大宮インターの間の上下線が工事のため、今夜8時から明日の朝6時まで通行止めになります。ご注意ください。一般道路の状況です。長岡京市の伏見柳谷高槻線は市役所前交差点付近で工事のため片側の交互通行になっています。ご注意ください。以上、京都センターからお伝えしました。ありがとうございました。次の交通情報は3時前にお伝えします。さあ、そろそろお別れの時間でございます、はい、まずはラジオ館の西村愛さんは今どこにいるんでしょうか。西村さん、はい、この時間は東本願寺前からお届けします。はい、ラジオ館の温度計35度に上がりまして、まだ上がった。東本願寺には観光客の方、特にやはり外国からの観光客の方ばかりいらっしゃる、そんな印象ですね。ノースリーブの女性もいらっしゃったりして、そうそう、海外の方なんてまだ短い短パンにタンクトップとかも全然いるもんな。そうなんですよ、はい、まあ、秋のねファッションしたいところですが、まだまだ半袖の一日になってしまいましたね、はい、そんな中でまだ蚊がいますね。います、いてる、ね、まだいますね。そう、ラジオカーで走っててもね、信号待ちをしている高校生6人グループを見かけたんです、はい、あ、修学旅行かなと思って見てたらですね、女の子2人が顔を見合わせて喋、はい、りながら足首を触ってるんですよ、うんうん、どうやら蚊に噛まれたようで、かゆそうに書いてはったんですね、はい、で私も虫除けスプレーがもう少しなくなりそうなタイミングで、はい、これを買い足そうかどうしようかと悩み時ですね。まだいるのか。そう、ドライバーさんも同じこと思ってたみたいでね、2人でその話で盛り上がっておりました。ということで、蚊にも気をつけつつね、秋の京都楽しんでいきましょう。はい、ラジオカー以上です。今日もありがとうございました。ありがとうございました。だって秋秋って言いながらもう9月でこんなで、10月でもこんなってもう、うん、いつまで。そうですよね、うん、まあ、で昨日でも30度超えたとこね、いっぱいあるったみたいですね。感じ変わってきますよね。あ、季節感、季節感、ね、だからさっき流した森高千里さんの渡良瀬橋なんて、はい、うん、ちょっと肌寒い時に聴くからまたあの曲が良くなってくるじゃないですか、はい、ね、蒸し暑い時にまた聴くとまた感情がちょっと変わってくる、はい、違うよね、そうですね、うん、時期が違うね、昔作ったこの感じは、うん、はい、うん、秋は11月と12月だけですかねって感じですよね。なんかそうって感じになってきますよ ね、 ね、 ね、で冬が1月と2月だけとかね、そうそうそう、うん、で夏が長くなってくるようなっていう感じになってきますよね。だから全部がちょっとずれてきてるよね、うん、はい、はい、さあではメッセージも紹介していきましょうか、はい、こちらラジオネームなにわのクロちゃんさんからいただきました、はい、沢滝さん、スマイルのお二人、いつも楽しい放送ありがとうございます、はい、さて昨日たまたま心斎橋の某ホテルで
年1回の総会がありました、うん、そこでは元請け会社と下請け会社の社長が集い、会議後に懇親会でお酒も出るバーでした、うん、当然1年ぶりの方も初めての方もおり、それぞれに名刺交換される人など様々、うん、私も久しぶりの方がたくさんいて名前も出てこない始末、うん、こういう時には私は必ず近くにいる知っている人を探して、うん、小さな声で相手には気づかれないようにして、あそこにいてるあの〇〇さんの隣の方のお名前何でしたっけとすぐに聞いています、はいはいはい、昨晩もそのようにして5人ほど忘れてた人を教えてもらい、はい、すぐに覚え直しメモできる人はメモをしてやり過ごします、はいはい、昨日もたくさんの方にお会いして改めて自分の記憶力が分かった気がします。あ、いや、まあ、年1回ぐらいやったら難しいよな。それはねちょっと、年1回会う人の名前はなかなか覚えれんか、覚えられへんな。で今のやつは団体戦の時に有効なやつで、個人戦の時にはどうしたらいいんですかね。ああまあね、はい、団体戦やからこそあの人誰やったっけ、確かに連携プレーできるけど、はいはい、そうそうね、個人プレーだとできないですもんね。できないですよね。うん、でもそれよう使うますよね。はいはいはい、もちろんこれはねめっちゃ聞きましたね、誰やったっけ、誰やったっけっていうのはめっちゃ聞くわ、はい、確かにな、これむずいよな、これなんか最高の解決方法ないんかな、なんやろうなこの解決方法、もう全員名札つけとかなあかん的なのやったらめんどくさいけど、それぐらい分かりやすい、分かりやすいってあってほしいよな、もう、なんかあの人誰やったっけって無駄な時間やもんな。そうなんよ、やっぱ会話して探るしかない、分かってから喋る、分かってからあこの人あの人やってなってから喋るテンションとまたちゃうやん。そうなんだから、そのテンションでバレるやんか。そうそうそう、うん、そう、でこの人って知っててんやったら、うん、もう一個ギア入れて喋っとかなあかんかった。そうそう、お前最初ギアはなかったやんか、ね、途中からギア入れてどういうことやったよ。お前さては、ね、そう、途中で気づいたな、気づいたな、お前実は俺偉いさんってお前途中で気づいたやろたっていうみたいなとかもあるから、うん、逆も腹立つやん、めっちゃギア入れて喋っとって、ね、よう名前聞いたら、うん、お前かいの時もあるよ。あれもあんねんな、あれ難しいですね、難しいラインやね、はい、こちらラジオネーム高見のさとこさんです。こんにちは、久しぶりの再会ですが、私は数年間お客様の年齢層が大人のネイルサロンに勤めていました、その時期フラダンスも習っており、退職をして、ほどなくフラダンスも新しい仕事の都合と合わず辞めました、その数年後やたらとその時期に知り合った方と偶然出会うことがあり、このおばさまどっちの人だったっけ、もう一か八かじゃと思いつつ、あの時はお世話になりましたと必ず言ってました。はいはいはい、お世話になったレディースを忘れるなんて罰当たりな私です。あ、確かにお世話になりましたって言ったら、まあねえ、ねえとか、まあ、その入りやったら間違いはないか、向こうがヒントを与えてくれたらね、次の再生でね、そう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 、あ、だからそのヒントを与えてくれるような言葉を全部ストックして持っとくとか、お世話になりましたね、お久しぶりです、であとあと何やろ、うわもうないわ、ごめん、もう3点目なかったわ、もうないや、もうなかったわ、もう困ってるやんってなるよ、もう天気ぐらいやね、今日晴れてますねとか、それは一番他人に喋るやつ、一番他人のまずの会話や、それは。あ、まあ、な何年ぶりでしたっけとか、いいですねいいですね、あ、そうそうそう、何年ぶりでしたっけ、いつやったっけ、いつあったっけ、とか、ね、そうそう、場所ね、あ、その前あったのいつやったっけとか、そう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 、はいはいはい、とかの感じの入りやったらいいんかな、そうか、推測できますもんね、推測できるから、で向こうからどん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 情報を得てくるっていうね、そうやな、そうやな、ちょっとずつちょっとずつね、はい、こちらもあります、あやさんからいただきました。20代になった頃、中学校の時のクラスメイトにちょっとした用事があって彼女の自宅に電話をしたところ、彼女のお父さんは私のことを覚えてくれていましたが、肝心の電話を代わった本人はなんと私のことを忘れていて気まずくなりました。電話を切る際にまた思い出せるタイミングがあればよろしくと言って電話を切りました。ショックでしたが、高校以降の出会いがいっぱいあったのだろうと割り切っています。
わお父さんが覚えてて、ね、ご本人が忘れてるはちょっとショックやね、ちょっとショックやね、家に行ってるレベルの友達っていうことでしょ、ね、仲良かったぐらいの感じですよね、お父さんが覚えててやったらちょっとショックやな、それはショックやな、だいぶ高校の友達が密になっちゃったんですか ね、 ね、 だね、大概覚えてますけどね、でも中学校、うん、中学校ぐらいだったらどこまで覚えてんのやろ、あ、小学校の子は多分全員フルで覚えてるかもしれない、ほんまに、本当に本当に、吉高がなんでか、やっぱ6年っていう長さ、吉高やで、待って吉高やでって何、いや吉高が覚えれてる、ガーってやめて、吉高ガーって、そうか、でも逆に高校の方が忘れがちかな、小学校の方が濃いんか、6年一緒におるから、そうやね、高校ぐらいの友達が一番むずいか、中学校もだって一緒やん、小学校も、うん、一緒一緒一緒、高校大学なんてほぼ忘れてるよ、大学はね、うん、知らんよな、うん、行ってないやんや、大学はねって言って全部なんか言ってたやつみたいなテンションすいません、はい、ということでたくさんメッセージ今日もありがとうございました、お相手はスマイル瀬戸とスマイル大江吉高と KBS 畑でした、では皆さんまた来週、さようなら。